さあ始まりました、うどんの野望の時間でございます。時間でございます。この距離感ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス、密なのを避けてこの距離でお送りしております。今回のうどんの野望、お願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。約1ヶ月ぶりですかね。約1ヶ月ぶりですかね。今回いきなりなんですけど、前回フロストパンク途中だったんですよね。はい、おがくず飯を食ってる最中だったんですけど、はい、今回は特別版ということで、ブリガンダイン挟んでいこうと思います。はい、はい、おがくず飯はすいません、ちゃんと復帰した時にやりますんで、はい、みたいな感じなんですよ。はい、それまでお待ちいただければと思います。はい、いやおがくず飯説明でわかんのかな。まあいっか。まあそうね。はい。というわけで、ね、今回プレイするのは、ブリガンダイン。前2ヶ月ぐらい前に1回初代プレステ版配信しましたね。10月だよ、去年の。嘘。本当。嘘。はい、マジで。去年の10月に PS 版のグランドエディションっていうやつを、はい、20年前のタイトルですね、プレイさせていただいて。あれ20年ぐらい前のプレイか。そうか。はい、そしてそれが半年前ってことに僕めっちゃビビった。そう、半年ぐらい前に、初代ブリガンダインプレイしたんですけど、今回プレイするのはそのなんだろう、リブート版、リメイクじゃないよね。世界観とかも違うんで。全然違います。だよね。なのでリブート版みたいに、桜大戦でいうとこの新桜大戦みたいな。あ、まあまあまあ。まあ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 。そんなリブート版の、ブリガンダインルーナジア戦記、今回体験版プレイしようと思います。なんだっけ。体験版今もう配信始まってるんですよね。昨日から体験版が配信始まりました。結構詳しいね。どうしたの？いやだ。体験版が昨日配信始まったぐらいは知ってるから、いくら俺でも。はい。で、スイッチ版だよね。てかスイッチだよね。そうですね。スイッチ、じゃあ次スライドいきますか。ドン。はい。あ、ごめん、まずこれ言わなきゃいけなかった。なんじゃこれ。この番組はですね、角川ゲームリンケージの判断のもと、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染症に十分注意して配信を行っています。この距離感とか、この距離感とか、この距離感とかね。あとね、ファクト君とかはね、マスクしてちゃんとやってるしね。なるほどな。はい、あと換気もねちゃんとしてますんで。いやー、なんか最近スイッチが調子いいよね。いいですね。まあ実際スイッチ面白いしな。僕スイッチ大好き、大好きっ子。僕ね、持ってないの。出た、ソニー信者。しかも今買えないじゃん。そう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 、売り切れって言われると逆に買いたくなるよね。はい、ということで、じゃあ、スライド次お願いします。はい、こっからかよ、ま、こっからかよ。まずすみません、告知させてください。うどんさん町で、イラストが木下小鉄さんで、絶対人に言いたくなるろくでもない三国志の話という本を発売しております。三国志のね、いろんなエピソード、面白いエピソードが64エピソードほど載っております。イラストもね、ちょっと可愛いのがあったり、ごついのがあったり、楽しいのでよろしかったら見てください。イエイ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 。じゃあ次お願いします。あ、ちなみに僕ね、ソニー信者じゃないですよ。どちらかというとPC エンジン信者だったんで。なるほど、PC エンジン見に買った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 。ということで、今日プレイするブリガンダインルーナジア戦記なんですが、はい、メーカーはハピネットさんで、発売日が6月25日。パッケージ版はと DL 版があるんですけど、それ以外にもリミテッドエディションというやつがあります。はい、対応機種は任天堂スイッチ、ジャンルはファンタジーウォーシュミュレーション、ファンタジーウォーシュミュレーション。あのさ、うん、本当のファンタジーじゃん。うん、ガチファンタジーだね。科学文明とかが入ってないさ、スチーム感もないサイバー感もないファンタジーだからさ、すごいちょっと好きなんですよ。昔よく、最近だと逆にあまりないないね。でもスマホゲーとかだとあるのかな。あ、スマホとかだったらかもしれないけど、昔20年ぐらい前だったらほら、いろいろあったじゃん。たくさんあった。ドラゴンフォースシリーズとかさ、スペクトラルフォースとかさ、キングオブキングスとかね、いろいろあったんだけどね。僕たち好きだったんですけどね、そういうの。はい、次いきますか。はい、ブリの CM ね、多分やらない気がしますね。ブリっていうダインっていう CM やってたんですけど、昔全然しなかった。そしてこれがリミテッドエディション、はい、リミテッドエディションです。内容物はオリジナルサウンドトラック2枚、ビジュアルブック、
アートオブルーナジア、イラストがね風間ライタさんがこれ、ああ、うん、ライタさんがガッチリやってるよね。ライタさんといえば、うん、三国志大戦、戦国大戦、ね、ロードオブアブリオンと、うん、アーケードカードゲーム大好きだった人にはもう、ね、たまらないと思う。セガ収納するあ、まあ、まあ、通常の支援モードなんで、はい、結構コメントとラグがありますみたいです。あ、そうなんだ。今回多分僕たち10秒ぐらい先の世界を生きてます。いや、多分30秒先です。マジで30秒先のそうなんだ。通常遅延モードか。はい、ごめんなさい、すみません。はいはい。で、何だっけ、あと攻略本タクティクスオブルーナジア、そして、風間ライター先生書き下ろしの特装ボックスがついてくるんですけど、この攻略本なんですけれども、うん、なんか電撃が絡んでるらしいです。電撃が絡んでるらしい攻略本がついてくる。はい、でもお高いんでしょ。いや、だからセットでついてくるんだからそうか、限定版についてくる、はい、で僕、うん、チラッとゲラを見させてもらったんですよ。もうやるね、うん、あのすごいデータ集。ああ、そうなんだ。へえ、ちゃんとデータ集なんだね。はい、あとね、うん、なんか内部データっぽいようなこともちょろっと書いてあったりして、うん、ああ面白いな見ててって。へえ、内部データまで書いてあるんだ。へえ、あとね、トイレに、トイレに持ってって読みたい。意味が分かんねえよ。はい、分かりましたよくさ攻略本とかトイレでこう読んでなかった昔、うん、そういう感じのいい本です。はいはい、そんな感じ。そんな感じ。ゲームやりたい。なもう一枚、もう一枚はい、無料体験版好評配信中。なるほどね。 あらかじめダウンロードも実施中。あらかじめダウンロードもしておくと、あ、6月25日0時からプレイ可能って。本編。あ、そうなんだ。へえ、はい、じゃあ本編6月25日0時から、はい、配信というか発売なんですね。へえ、1ヶ月後。なるほどね。2ヶ月後ね、ほぼほぼ。あ、そっか、はい、で、はい、今回の体験版なんですけど、うんうん、あの右左上、うん、の青い国の人、うんうん、なんかこうピチューンってやってる王子さんいるじゃないですか、うん、してる。あそこの国、うん、が触れます、体験版だと。なるほどね。あそこの左上の王子様が触れる、はい、王子様といえば星総一郎。まあ前回そうだったね、前作は前作はそうだった、はい、前作は星総一郎だったんですけど、今回は違う、世界観が違いますからね、前作と。はい、じゃあゲーム画面いきましょうか。はい、というわけで、ブリガンラインルーダンジア戦記体験版始めていきましょうか。はい、この距離感が面白いね、ワイプのなんだよこれせめてさ右下と左下できないの。いやーねー、うん、いろいろ考えたんだけど、うん、試したんだけど、うん、結構大掛かりになって大変だったんであのさ、そのうちさ、あれ、あのワイプとかでさ、あの俺内からとかさ、君内からとかさ、そうやった方がいいんじゃないこれなんか変にローテクだよね。まあね、はい、まあじゃあとりあえずいきますよ、はい、初めから。あ、ちなみにオプションを見ておくと、これ皆さんね、スイッチ持ってたりしてるんですかね。言語設定、うん、中国語、英語、サウンド設定に字幕、うん、まあまあ普通、まあデフォルトでいきましょう。チュートリアル、舞台の移動や敵拠点の進行操作、バトル中のルール、ちょっとねしんどいかもしれませんが、やっぱりねチュートリアルはまあ配信なので見せていこうかなと。まあやるの、やっていきましょう。うわー、いっぱいあるわいっぱいあったしまった。なんか選んでやればいいんじゃない。あ、全部じゃなくても、ね、戦術のセオリーから、戦術のセオリーだけ見ていきましょう。あのですね、あの黒巻を入れつつ、うん、このワイプで俺とうどんさんをくっつけるとかってやるのって結構しんどいんですよ。まあしんどそう、うん、わかる、大変そう。まずチュートリアルですね。このチュートリアルでは実際に操作しながらゲームの遊び方を学んできます。戦闘における様々な要素、結構スイッチ持ってる方多いんですね。スイッチは国民的ハードよ今や。まあ確かに僕任天堂信者だからね。いいんじゃないでしょうかゼルダ最高行動メニューから技や魔法を選択すると、ユニットが使用できる技魔法が表示される。移動後に使用できない技や魔法には足跡アイコンが技魔法名の右側に表示される。移動後に使用できない技、なるほど、移動後に使用できない方が表示されるのね。技と魔法のパラメータ、属性、魔法属性、射程ね、対地対空、反撃、ほんほんほん、
戦術のセオリー、これだけ見ていきましょう。うん、グラドスの舞台を移動しよう。1,2,3,4 匹モンスターがいますね、うん、ノーザリオの将軍として王家への深い忠誠心に根ざした豪勇なる戦いで王国を守り抜いた英雄。うどんさんとは真逆。なーに、明智光秀的な。僕はじゃあ松永久秀的な。まあ裏切り移動、まあ、忠誠という言葉がないよね、うどんさんの中には。ちなみにこのゲームどんなゲームかざっと説明、説明すると、ヘックスで単性のシミュレーションゲームなんですけど、なんだろう、ユニット指揮官がモンスターたちを指揮して戦うゲーム、うん、って感じですかね。そうですね、なんかね、ルーンの騎士っていう指揮官がいて、その指揮官が今 A なんですけど、この指揮官、はい、同じあの A の4ついるじゃないですか、うんうん、そいつらを率いてるんですよ。 A 軍ってことですね。 A 軍っていうことです。まあつまりあのラングリッサー的なものでもあり、マスターオブモンスターズ的なものでもあり、うん、みたいな、うん、なかなか、うん、あの若い子理解できない説明ですけど、マジでですけど、あの見てる方もそれぐらいの年齢なんで分かってくれるんじゃないですかね。ラングリッサープラスマスターオブモンスターズで分かるでしょう。移動、ここに移動してほしい。で、指揮範囲にいるとなんだっけ、指揮範囲にいると単純に強くなるんだっけ。指揮範囲、そのルーンの騎士の周りが青色の枠があるじゃないですか、うん、今この中にいないと、うん、モンスターが本領を発揮できないの、能力が下がっちゃうの、その外だと、はい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 、だから常に中にいるように移動させるのが、うん、まあセオリーですかね。だからあのチュートリアルもこれあの指揮官の周りにモンスターがくっついてるって感じですね。そうですね。銃、偏在ぶりをお見せしましょう。おばちゃんですね、最高位の神官、大陸でその名を知らぬ大魔法師。銃が引きついている繊維と物理攻撃よりも遠距離の回復や魔法攻撃が得意。ちなみにね、銃はおばさんじゃありません、あの65歳です。おばあちゃんってことね。おばさんだな、おばあさんの方が近いんじゃないですかね。ホーリードラゴン、そしてハイケンタウロス。このさっきから赤いのが見えるんですけど、ファクト君か、もうちょっとワイプを小さくしようか。うん、てかいらないじゃないの、もう。いや、欲しいっていう方がいるんでね、うどんさんが見たいって人が。うん、これさっきから赤い範囲が表示されてるのは、多分移動後に攻撃できるエリアってことかな、多分。そうですね、赤いところまで行けば攻撃可能です、うん、で、白いところが移動可能な場所です。うん、あの最初はいいけどね、ドックが出てくると分かりにくくなるんでね、それを白いマスで教えてくれるのは分かりやすい。これ今攻撃されて反撃してるとこね。そうですドシュンドシュン、でキラーショットで反撃してるわけですね。で、経験値ももらってると。さあどうする、バールリーダーガンガン突っ込んできます。おクリティカルか。あの、はい、まず僕プレステ1よりテンポが速いことに感動する。これね、うん、あれですよ、高速化っていうのもあるんで。高速化、あ、あ、多分ね、チュートリアルではもしかしたらないかもしれないですけど、僕ね、あのプレステ版やった時にやっぱり今やると重さがしんどいなと思ったんですよ。それがね、だいぶ今風にだいぶ改善されてるのはありがたい、うんうん。で、ここからは戦闘が本格化。部隊を進軍し、ユニットが密集すると、ゾックや包囲ゾックはもうお約束のゾックですね。ゾーンオブコントロール、ゾーンオブコントロール、うん、これはもう要は敵の敵に隣接する位置に行っちゃうと、それ以上突っかかっちゃって前に行けなくなっちゃってですね。そうですね。で、敵の周囲 6Hexにあるゾック全てを味方で、すべてを味方のゾックで重ねるね。そう、すべてをあのユニットで埋めるんじゃなくて、すべてをゾックで重ねるね。機械の者どもよ、すると鎖のエフェクトが入るんですよ、見た目。なるほどね、だからちょっと分かりやすいかなっていう。鉄壁のオーラ、
一定ターン数自分の防御力を上昇させる。ただ自分のみね。で経験値をもらえると。で相手を包囲すると、うん、ペガサスの持つハーローという魔法は一度のみ対象の攻撃を必ず命中させ、取得経験値を上げる効果がある。必中プラスコーン、必中プラス努力ってことですね。そう、必中プラス努力刺す時も使いたい ね。命中時の低いサイクロプスなどに使ってみてください。あ、誰かに付与できるんだ。つまり応援ってこと、官能プラス応援ってことですね。そういうことね。なるほどね。もう例がね、うん、ハーロー、ハーロー味方に唱えよう。じゃあこの命中率の低そうなサイコプスに次回必中プラス経験値アップ、うん、で技の範囲攻撃について説明します。ドラゴンやエレメンタルが持つブレスのような複数の敵をまとめて攻撃できる範囲攻撃がある、はい、ブレスのような一直線は自分の周囲 1X に範囲の種類がある。これからはね、毎週金曜日じゃないです、次また緊急事態宣言次第なんですけれども、ちょっといつ復活できるかちょっとわからない感じですね。そうですね、まあある程度今のコロナが落ち着いたら改めてリスタートしますんで、いやリスタートっていうかクロストパンクの続きから再開しますんで、はい、こればかりはねちょっと申し訳ない。僕たちもあれですよ、争点すでにまさにシスおコロナまさに立つべしじゃねえよな。まあ、なんだろう、ごめん言い方が悪かった。必中攻撃ホーリーシュート、こうそういえばブレスって必中なんだっけ。ブレスは必中かつ反撃を食らわないんですよ、だよね、範囲攻撃が。そうそう、でブレスが強いんだよね。ちなみに、うん、このエレメンタルだっけ名前、うん、前は前作ではジンっていう名前でいましたね。あ、いたジン、はい、巻物みたいに乗ってるやつだよね。そうよく覚えてるね。イエーイ。で範囲攻撃しかできなくて通常攻撃持ってなかったんだけど、うん、今回のやつは通常攻撃を持ってるんで、うん、ちょっと使いやすくなってるんじゃないですかね。ホーリーワード、範囲魔法ホーリーワード、射程1から4、あ、左にちゃんと範囲出てるんですね。あ、なんかすげえ丁寧なゲームになったね。すげえ丁寧なゲームになった、まあ、うん、20年あればね、うん、いろいろ分かりやすく、かなり分かりやすくなったね。おお、もちろん魔法も反撃は食らいません、うん、で、状態異常、技や魔法には攻撃がヒットした際に確率で状態異常を与える攻撃があります。ほうほうほう、この戦場ではサイクロプスのかゴブリンナイトや敵のマンドレイクが所持している。状態異常は自分が受けた場合は行動が制限されるため、自由が持つメディカの魔法で回復することが重要です。状態異常、左下に、ね、出るわけですね、状態異常、あとアイコン上とかに。じゃあ行きましょう。ヘビーインパクト、今ハーローがかかってんだっけ。 33% の確率で、攻撃と防御力にデバフを与えて気絶状態にする、うん、攻撃と防御のデバフも 33% なのかな。全部セットで、うん、セットで 33% ってことだ。それにしてもP兵器じゃない移動後に攻撃できないのが若干不便な必殺技ですよね、うん、ちょっと使いにくいな、相変わらずサイクロプスは。これね、もうね、都会に行けないじゃないですか、今の時期って。まあね、先ほどの戦い気づいた味方の糸を回復させましょう。エリアヒール、あ、魔法は基本的にね、全部ね、移動後負荷ってことですね。そう、魔法は移動後負荷、うん、大いなる魔術を見せてやろう。ほうほうほう、なるほどね。大体おたけが思い出してきた、いろいろ思い出してきた。ホーリードラゴンの持つ範囲攻撃について使ってみましょう。移動後にできないよ、味方に当たらないように方向ボタンで狙いを定めて、ホーリーブレス。そう、マップ兵器は味方も巻き込むんですよ。おりゃー、知性のメダル、リーダーを倒したからかな。で、リーダーを倒したら敵逃げてくんだよね。そうで、たまに逃げ遅れる、逃げ遅れたやつを捕獲してちょっと薄い方みたいな展開になるんですよね。ならない味方になる。間接攻撃について説明、はい、間接攻撃がある。間接攻撃は離れた力攻撃すれば基本的に反撃を受けない、相手の間接攻撃を持つ場合は反撃される。ちなみに、うん、
逃げ遅れた時、うん、逃げ遅れるのは確率なんだけど、うん、未了とか石化とかの状態上にしておくと確か必ず逃げ遅れるはず。あ、そうなんだ。状態上にすると必ず逃げ遅れる。あ、石化か未了だと思う。石化か未了だとってね、麻痺とかだった気がする。でも麻痺とか行動不能とかもできそうじゃない？麻痺状態の人も、うん、麻痺もできるのかな。ちょっとね、ごめん、そこまで覚えてないです、うん、まあ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 、周囲 3Hz 内の敵一体に中ダメージ与えて 25% で麻痺。ちょっとね、基本的に 25% かあんまり当てにならないものが多いですね、うん、麻痺る11。ご命令を。でも今のでだいぶ分かってきた。だいぶ思い出した、半年前の記憶を。そう、2ヶ月前じゃないからね。どんな頭してんの、うどんさん。ちょっとね、僕ね、曜日感覚全くない生活を送ってるから、そうね、今までね、うん、あのうどんの野望で会社に来ると一応水曜日っていう、そう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 、うどんの野望が水曜日だから昨日うどんの野望やったから今日木曜日みたいな、はい、そんな感じだったんですけど、木曜日だからヤンジャン買わなきゃってなるんだよね。そう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 。自宅作業やってる？あ、在宅してますよ、うん、テレワークしてる？テレワークもしてますよ、うん、ただあの配信とかは会社来なきゃいけないから会社来てにもするけれども、うん、最後に騎士やモンスターの持つパッシブスキル、各ユニットのパッシブスキルはステータスで確認できる。グラドスは縦防御発動 S、 ヒットポイント回復 B、 S が一番よくて A、B、C みたいな感じなのかな、分かんないけど、そんな感じじゃないですかね。縦のパッシブスキルはクラスチェンジで引き継いで効果を上げたり増やしていける。ここから順位戦える。よっしゃ、任しとけ。まず技じゃ、ホーリースラッシュは移動後、ホーリーブレイク、命中率が低いけど特大ダメージ。命中率高いじゃん。あ、方位やろうよ、方位。ゾックでそこ行けば、ただここに敵がいるじゃん。この場合はただ自分は、まあ、方位はされてないよね。裏側は回られてないから。技ホーリースラッシュ、あ、方位になった。これでも方位になるんだね、敵がいても。その敵のゾック内に敵がいても、ね、方位は発生するってことですね。なるほどね。クリティカル率が 15%、 威力も上がってんのかな。ぬっ、あ、しびれ噛みつき反撃、反撃がしびれ噛みつきなんですね。麻痺しちゃうね。でホワイトエレメンタルで移動して技でマップ兵器ぶちかます。ホーリーシュート、ホーリーシュート3匹巻き込みを。前って MP が結構切れやすいんだっけ。そうね、大体2回打ったら終わりとか。今回はうどんさんの頭で今 MP が確認できなかったけど、うん、魔法ハーロー、またハーロー、あ、こいつはあの、ね、回復と応援しかできないんですね。そう、あ、一応砂繰りもできるけど、あ、砂繰り、ちょっと待って、砂繰りやってみよう。技深いコーン、あー、接近したらか。まあでもそんなに攻撃力が高くは、ね、確かに低いですね。そしてしびれ噛みつきで反撃される。多分ね、STR とかが低いんじゃないかな。あー、ディバインレイ、 P 兵器ではない。そうですね、ゾック範囲で敵を包囲すると命中率とクリ率も上がるんだ、上がるっぽいですよ。ほほほほ、ちょ、なんか皆さん詳しいですね、やっぱり詳しいですね。まあ、すでにプレイした人もいるでしょうし、初代から覚えてるって人もいるでしょうし、前回の配信もすっげえ詳しい人とかいましたもんね。いた、その知識よくそんな覚えてるねっていうね。あ、覚えてるのか、うん、まだやってるのかもしれないけどね。そっか、よいしょ。そうそう、これ軍、あの移動は命令は軍団単位なんですよね。そう、部隊単位、部隊単位なんですよね。今はあの B の軍団を好きな順番で動かしてよしなんですよね。そうそうそう、なのでまずは、私の指示に従えば、なんかすごい攻撃やろうぜ。ディバインレイ、周囲 2Hz、 なんかその着弾タイプのなんかないかな。周囲 3Hz にいる味方一体、全ての状態上回復、ハーロー、そんなに強力なないのか、単体、
攻撃魔法、うん、強よしよし。さ、じゃああとはあいつを倒すのみなんで、まずはしかも麻痺してない？ああ、そう、そういえばあのなんだっけ、チュートリアル的なやつで麻痺させたと思う、ゴブリンが。でゴブリンがルーンの騎士様を麻痺させる。あら、また薄い本展開、意味がわからない。じゃあゴブリンが挟み込んで、あ、これぞなんだっけ、包囲、鎖マークがついてるとこに行くと相手を包囲できるってことじゃない？ここもってこと？ここはなんで？あー、3人で囲んでるからじゃない？え、いや、ここはほらゾックじゃん。が、ここはほら包囲ってわかるじゃん、はあはあ、こいつを包囲ね、はあ、ここはなんだろう。そこは自分のゾックの部分と下のあの A の天守のやつのゾック部分と、あとドラゴンのゾック部分で全部そこにいても包囲できちゃうってことじゃないのかな。ちょっと待ってね。まあ、分かった、行ってみよう。きっと、あ、そっか、ゾックとゾックの重なりだからここでいいの。ああ、そうだね、なるほどね。まあ、あの B のやつに鎖のエフェクトが入ったんで、うん、隣接しなくてもいいんだね。つまり極端な話、あのこのゴブリンをゾックで囲もうと思ったら、こことここ、あ、じゃあダメか、じゃあここが足りないか。要は三角形に囲んじゃえば、そう、三角形か、そこと、うん、そこと、そこと、ここ、うん、その横、あ、ダメか、これがダメか。1マス離れの場合は4体いないと厳しくない？3体でいけるんじゃない？3体でいけるかな。4体か、やっぱ4体だね、うん、4体で囲めるってことね。なるほどな。隣接しなくても大丈夫ってこと、ね、そう隣接しなくても一応その囲めるっていうのはね、覚えとこう、どっかで役に立つかもしれない。まあ、確かにね、うん、ただ相馬範囲から出ちゃうとね、自分の、ああ、そうね、あんまり大きく動きすぎると。さあ、じゃあこれを倒しておしまいと、うん、チュートリアル終了としましょう。お返し、おっとっとっと、反対できるってさ、うん、ちょっと待って、こことこことここなら確かに3体でいけると思うんだよね。だってさ、うん、ゾックだからさ、うん、あ、ヘックスだから6マスあるわけだからさ、1体で2マス2マス2マス、うん、混ざり合うから多分3体でいける。ああ、そうね、いけるいけるいける、そう3体だ3体だ、その通りだ。騎士だけ倒して部隊を撤退させるなど状況に応じて最善の手段を考えてみましょう。次はね、あの放送日はちょっとまだわからないです。もうコロナ次第です。そうです、緊急事態宣言次第なところかな。あ、そう、どっちかというとそっち次第だね。よし、でもこれでもう完璧。ブリガンダインの達人と呼んで、ブリタツなら呼んでもいいよ。ブリタツ。よし、行きましょう。じゃあブリタツ体験も始めます。ノーザリア王国の君主ルビーの4世。ルビーの4世。10節系か、または拠点が7個になるまでね。もともとね、5個拠点あるから、うん、2個取ったら勝ちです。これ香川県民にも優しい配信になるんじゃない？いや、でもね、2時間ぐらいかかるから、うん、あ、そんなにかかる、言うてそんなにかかる。まあ、急げば、うん、そんなかかんないかもしれないけど、うん、この世界を訪れしそなたよ、見るがよ、この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止む。マナのシャワーが止むことはない。マナのシャワーって浴びてみたいよ。なんだそれだね。の神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。マナのシャワーを浴びると能力が開花。剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。
てルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。前作よりね、遊びやすくはかなりなってると思います。かなり遊びやすかった。うん、己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが5つのブリガンダイムだった。5つあるってよ。その鎧、国は6国なのに。確かに仲間外れがいます。神から授かった5つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。なるほど。うん。大陸の覇権をかけた戦いは師匠ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。ほほ、だって距離が離れて2人とも喋らないと喧嘩してるみたいだって、まあ、仲悪いからな、うちら。でもオープニングムービーはちゃんと聞こうよ。師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。ルーン文字ってあるじゃん。うん、あれって何かあるのかな、ちゃんとしたやつ。これがルーン文字だよっていうやつが。いや、でも大体なんか似たような形してるやん全部。トールキンが創作したものじゃないの？まあでもあるのかな、そういうリスト的なのが。身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に習い大陸制覇に向かう6つの道が。ブリガンダインは5つなのに道は6つあります。ルーナジアの各地を手中に収めていくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページは蘇ってくることだ。確かにこれ僕たちがね、ちょうど字幕が 間にあるんですよ。確かにね。ちなみにね、ルーン文字はゲルマン人がゲルマン書語の表記に用いた古い文字体系らしいよ。へえ、だからちゃんとあるっぽいね。で、こっからゲームかな。ルーナジア歴781年、5つの国と1つの民族による新たな戦乱の時代を迎えていた。ほう。ん？6人の君主、あ、つまり1つの民族って、別にあの5つの国が1つの民族ってわけじゃなくて、その民族部族みたいな国があるってことね。そうそうそう、忍び国のことかな。はーん、忍び国。ルーンの騎士たちはそれぞれの思いを胸に戦火へと身を投じていく。紹介していただきましょう。あ、製品版なら6人の君主からね。一応横で選べるのかな、見るだけ見れるのかな、見られないんだ。選べない。他のちなみに確かね、公式ホームページで他にどんな君主がいるかとか主な武将とか見られたはずなんで。ちなみにね、うん、電撃オンラインでもそういう記事をやってますよ。なるほど。あの特集ページがあるので、はい、電撃オンラインによろしかったら皆さん見てください。はい、まあ、とりあえずあの今回選べるのは、ルビーの4世だけ。この主人公格、正義のブリガンダイン、ノーザリ王国の王位継承者、民から慕われる心優しき王子、ルビーの4世は正義の名のともに戦乱を収めることを決意し、戦場へと向かうのであった。保有マナ数、総モンスター数、総騎士数。まあ、総騎士数は分かるよね。マナってなんだっけ。マナはお金みたいなもの。お金か。了解了解了解、はい、イージー。ちょっとブリタツの僕は多分ハードでも余裕なんですけど、まあ、ここはチュートリアにちょっとね乗っていきましょう。一応見ることはできる。ノーマルハードだと時間制限とかもある、ね、時間制限があるのね。最終的にこれ2年、あのプレイ期間が過ぎちゃったら、もうほら 北から金国が攻めてきて滅ぼされるとか、そういうことが待ってるんでしょ。いや、どうなるんだろう。まあ、初心者これでいきましょう。
初めて操作を行う場合ではガイドが流れます。このガイドをスキップしてプレイすることもできます。余裕、うん、でも見た方がいいと思うよ。えさっきチュートリアルやったじゃん。いや他のところとか編成のところとかさ召喚されたモンスター、召喚されたモンスターは召喚された拠点のスタンバイに配置される。クラスチェンジ条件不足、必要な条件を満たしていない場合はその条件はグレー文字で表示される。はい、素晴らしかったですわルビーナ王子様。これが初めてお書きになった戯曲とは。戯曲を書く王子、ありがとうございます。いい笑顔じゃないですか。父王は少しは私の芝居を見ていただくといいのですが。あら、ご婦人たちに囲まれてもう立派な劇作家先生みたいじゃない王子。割と文系の王子なんですね。おいおい、いいな。確かにそう言われるとそうだね。から出てきちゃダメじゃないか。この衣装ですけど、セリフは子供っぽいのにちょっとおばさま臭くないかしら。まあイエナ様、いくら幼い頃からお親しいといえども、王子様にそのようなお口を聞いて。幼馴染じゃん。不動産説明書を読まないでゲームしちゃうタイプ。批判された育つもの。で、おじ、私の父にそう言われたのよね。シズラ様に？そうそう、王立劇団の看板俳優にそう言われちゃ、新人の作家は何も言えないでしょ。まあシズラ様、今夜はまた最高でしたわ。いや、これはご婦人方。これがヒロインっぽいやつのパパ。よくわかったね。説明してるじゃん、さっきから。顔色が悪いわ。いや、ご婦人方、申し訳ありませんが、ルビーの王子と少し話がしたいのだが。これはこれは、大変失礼いたしました。私たちはこれで。シズラー殿、どうなされました。王子、どうも客席によからぬ者たちが潜んでいたような。そんな気配を感じ、地味に王子アホ毛がすごいね。確かに突っ立ってるね。容器を感じてる。客席はよく見えないものです。しかし役者の勘でしょうか、観客たちの気配ははっきりと肌で感じ取れるもの。シズラー殿、そなたは名優であるばかりか、我が国でも有数のルーム騎士、俳優親子ね。そのそなたが邪悪な気配を感じたのであれば、ただ事であるはずはない。王子、ルビーの王子。グラドス将軍、お父さんはね、三木慎一郎さんですね。ほうほうほう。父王がたった今お亡くなりになりました。急展開、急展開。なんですって。パパが死んじゃった。これルビーの王子がルビーの4世になってしまう。そうだね。ノーサリオ、我ら正義をいただく王国の風よ。アエラムーナー、カトリシナー、我らの王ルーンの神の庇護のもとに。つばのプレステ版もそうですけど、結構シナリオボリュームありますよね。そうだ、かける6だからね、うん、6カ国分あるから、うん、少なくとも、うん、しかも警備の者たちによれば怪しい者が近づいた気配はないと。そんな、だって王様はあんなにお元気だったじゃありませんか。イエナ、なんだってってコメントでいっぱい来てんだけど、これってさ、MMR？ もうそうでしょ。シズラー殿、このわしとてこのような不甲斐ない事態を招いた責をどう償えばいいのかと。将軍、ルビーのこの中に犯人がいるらしいよ。マジか。これグラドスだね、僕。これ一番グラドスが怪しい。これはグラドスだと思うね、僕。報告してきたグラドスが。報告してきたグラドスだと思うよ、犯人。人を責める前にまず己を責めよ。そう私に教えてくれたのは将軍。あ、恐れ入ります。だが今は将軍は元より。警備の誰を責めても父王は生きては帰らぬ。シズラー殿が嗅ぎ取ったように、おそらくこの正義の国に何かしら邪悪な気配が近づいているのは、まず
間違いないのだ。間違いないか、王子のおっしゃる通りじゃ。ジン、どうなさったの？顔が真っ青。ブリガンダインが。これが正義のブリガンダイン。ブリガンダイン。いまだにブリガンダインがどういう形をしているものかよく分かってないんですけど、なんだろうね、宝石的な形してんじゃないの、何やら正義を脅かす気配を感じ取ったようですじゃ。いや、味怖い顔してんな。確かに気合入ってる。ルビーの王子、グラドス将軍、緊急事態であります。我が国の東方の拠点ウォーレンがたった今グスタワ神聖帝国に占拠されました。グスタワ神聖帝国、前も確か周り5国と真ん中に1国あったね、なんか敵役的な。そうそうそう。でもそれも選ぶことができた。で、今回も多分その選べるんですよね。なんだって。お、よく覚えてるね、1回しかプレイじゃないのに。いやでもね、割と王道だと思うんですよ、この手のゲームの。この手のゲームのいい意味での王道だと思うんで。王子と悪大臣がいて、あとはその大臣が国を取ってしまう、あといろんな国がある、いろんな国があるパターン、うち1国ぐらい日本っぽい国もあるんでしょ。賛成。ないな。あるのかな。シズラー殿、こうなったらグスタファの関与を疑わないわけにはいかんじゃろう。それにこういった火種は他の国、いやこのルーナジア全土に飛び火する。僕もね、これでさっきからね、この人がひたすら正義っていうのはちょっと引っかかってるんですよ。正義とは何か問いたい。たとえ、まあ、いくつもあるからね。戦火にまみれたとしても、我らのノーザリオ、その正義の火は決して消されることがあってはならん。それが伏線だといいな。まあでも一応正義のブリガンダインを持ってる国なんで、ってことなんじゃないのかね。我がノーザリオ王国とは因縁浅からぬグスタファ神聖帝国、その蛮族が何の前触れもなく我が領土の一部を占拠した。これはこのルーナジアの各地で起きている火種の一つに過ぎない。今我らの正義が危機に瀕している。なんか話に出てこない子が頭になんか生えてるんだけど、あれ一番奥のあれ、あれはね、妖精さんですよ。妖精なのかな。ピックって名前です。ピック、バレットルーキーっていう種族らしいですね、妖精の。じゃあバレットっていう、さあこれがうちの国、五国、レバーかな、下かなんかで縮尺が変えられると思う、ね、おお、これがそのさ、そこがグスタファ神聖帝国。あ、おで緑が忍び国、忍び族っていう女の子だけの国。おいおい、なんでそれチュートリアで選べないの。チュートリア体験版でな。体験版でメザ拠点情報、忍びリーダー、忍びリーダー、ヒーラーメリッサ。ちょっと僕この国選びたいんですけど、めっちゃ獣もいるし。あ、それはぜひ製品版でやってください。なごなかちゃな、あら可愛いじゃないですか。あら可愛いじゃないですか。リシェちゃん、カルラ、カルラちゃん、僕こっちだな。カルラいいですね。シュナちゃん、シュナちゃんいいわけしてますよ。シュナちゃん、うん、シュナちゃんいいわけですね。あら、バーバリアのシャルロッテちゃん。この人ね、この人ね、うん、バツでステータス見れるんですけど、プロフィールかな、性別がね、この人だけ乙女だ。なるほど、性別乙女、33歳乙女、屈強な体育と可憐な心を合わせ持つ乙女戦士。はあ、幼少期は娘役として活躍してたが、ルーンの騎士の力が目覚めると爆発的に筋肉発育が始まってしまった。プレイしててさ、最初にプロフィール見るのがまさかこいつになると思わなかったわ。
確かに。なるほどな。でもこれで あちこちも他の国も全部見られるわけですもんね。そうですね。あ、一応各国の、ね、リーダー 見ましょうよ。リーダーは、ね、首都にいるんじゃないかな。あれ、首都マーク、首都ね、あ、これか、これガガガガ、それですね。ローズナイト、エルザ、エルザちゃん、病床に伏すガイムール共和国第15代大統領の即女、自国時とムンジェの件の信託によって彼女の運命大きく変貌、誇りのブリガンダイン、ちゃんと性別女だもんね。確かにちゃんと性別女だわ。うん、なるほどな。ちなみにさっきの忍びリーダーは忍びリーダーっていうね、名前がねめっちゃキュンときた、僕ときた肩書きがタリアちゃん、タリアちゃんいいですよね。間違えた間違えた、こっちこっち、忍び族の首領デラの娘、忍びの中でも傑出した実力、女だけで実の道を歩んできた忍び族の願いは自由を手にすること。あれですか、これ男はサラ系ですかね。男はね、うん、男はね、うん、あ、いやごめん言うのやめとくわ。あ、はい、あの製品版買ってそこは自分で確かめてください。はい、自由のブリガンダイン、公式サイトとかに載ってんのかな。いやなんかね、領地の位置的にも僕ね忍びでやりたいな。なんかやっぱ端っこスタートより僕ね真ん中スタートの方が好きなんですよ、やっぱり。でも紫の方がいろいろ囲まれてる国は多い気がするかな。ハイエロファント、ハイエロファント、グリーンが出てきた言わないように今かました。パープルだよ、パープル、ハイエロファント、パープル、マナサリージャ法王国、ロマノフ法王の着手、かつてルーナジア大陸を二分したマナストーン30年戦争から200、あれ、これは別に前作の話とかそういうわけじゃないんで、全然関係ない、全然関係ない、ルーン信仰において流派を分かつも、ロマノフ法はその流派の対立を解くべく融和の道を模索していた。ルドに殺められるまでは、財派による大陸統治を果たすため、ルドは父の血と高潔のブリガンダイを身にまとう、こういうのもね結構いいと思う。ちなみに、赤の国と仲が悪いのかな。なるほどね、赤の国が、これさっきのガイムールのさっきの、でもさっきのローズナイトの共和国とか言ってなかったっけ。でもね、宗教戦争してるの、その2つは。ああ、こことここか、こっちもじゃあ一応そのもう片方の宗派なんですね、共和国だけど。そうそうそう、キャプテン、ここはキャプテン、海賊の国でいいのかな。キャプテンか、いいですね。伝説の海賊キャプテンハーミットの末裔。これあのさ、ここにほくろあるじゃないですか。 おっぱいにもほくろない、これ。あるよ、おっぱいにもほくろ。これあの木下小鉄さん好きそうだね。小鉄さんね、ほくろ大好きだから、ね、ほくろ大好きだから。つまりこれは代表議長の指名、諸島連邦の代表議長、即断即決の出たとこ勝負、なんせならば奪われる前に奪うだけ、海賊の若き女キャプテン。ほほー、ここがさっきの忍び国、忍び族と対立になるのかな。まあ一応対立してるのかな、ちょっと遠いけど。これ前作ブリガンダインだと敵国を訪問した時ネームドって仲間になるんだっけ、敵の、いや、なっけ、基本なのないっけか。いや、ほらあのドラゴンフォースだとほら全員仲間になってっけだったじゃん。やってないからわかんない。あ、そうですか。はい、はい、そうです。はい、カイザー、ティム。大陸6勢力で唯一ブリガンダインを持たざる国。ここだけは持ってないんですよね。グスタファ神聖帝国の第13代皇帝、北方の貧しき土地で発祥したグスタフ一族。貧しく汚らしきもの。ちょっと、めっちゃ感情移入できるタイプじゃない？あ、そうそう、何その反応。そうなの。いや、こういう国が一番魅力的じゃない、逆に。まあ、うどんさん確かに汚らわしいからな。え、そういうことじゃないの。むしろこういう国こそね、主役だってほしいな、僕は。なんか唯一の持たざる国っていう、持たないけど、だからこそやるみたいな。そういう人は最初にグスタワ神聖帝国をやればいいんですよ。いいですね。国的には僕は忍びなんだけど、主人公的にはグスタワかな。忍びは3カ国しか接してないよね、何気に。
なんだかんだね2国 2都市ですね。あで、あの3カ国ね、うん、僕多分製品もやるんだったらこいつここのグスタファで真っ先にあの制御の名乗るやつをぶっ潰したいね。グスタファ4カ国と隣接してるから、まあ、ちょっと難易度高いのかな。そういう意味ではそうですね。敵国がたくさん、紫は5カ国と接してるから、うん、もっとしんどそうだね。紫が一番大変そうかもね。接してる都市がすごい多いからね。とにかく接しすぎで、まあ、まずは武将ね、メニュー見ましょう。スタートボタンとホームボタンは間違いないぞ。各国の状況、あー、こんな感じね。まずノーザリア王国、うん、保有マナ、総マナ774、騎士13人、モンスター33人、総戦闘力ね、はいはいはい、大体同じぐらい。ただ収益は全然多いですね。収入が全然多い。ガイムール、うん、まあまあまあ大体同じ。総戦闘力がちょっと低いかな。ここもむしろ貧しいですね貧しい。そうですね、貧しいんだからもう行くしかないんですよ。なるほど、貧しいんだったら行くしかないんですよ。マナサリージャ方向、ここも拠点数が倍あるから、主人公っていうか今回の主人公の。確かに確かに、その分収支マナが高いんじゃないかなですね。見れればここもなかなか収入多いですね。へえ、いやー、ガイムール、忍び、グスタファ。ちょっとこれ見てる人に聞きたいね。あの製品版どれで始めたいって思う。そうですね。皆さんどの国で始めたいんですかね。皆さんだったらどの国で始めます。僕はね、多分ね、なんだかんだで忍びやってからグスタファかなみたいな感じ。ちなみに僕、うん、あの製品版ちょっと仕事上プレイしたんですけど、忍び国でやっちゃいました。なるほどな。チックショーかぶった。かぶった。いやいいですね。まあまあまあ、なかなか楽しそうな。じゃあとりあえずスタートいきましょうか。30秒遅れてるから、そう、皆さんの答えが来るのがねそう。じゃあまず、あ、忍び海賊、忍び、海賊と忍びじゃない、まあ、海賊と忍びだよね。忍び元がある国、海賊、うん、海賊、ローズナイト。いや、海賊と忍びが強いですね。海賊強いですね、うん、海賊忍び強いのは、まあね。で、ガイムールのね、主人公もね、可愛くてよかった、ね、エストレガレスって誰だっけ。何エストレガレスポジションって言ってんだけど、エストレガレスって誰だっけ。エストレガレスは、あの悪大臣だった人じゃなかったっけ。違ったっけ。あのさ、主人公にさ、あの最初攻めてきたとこでしょ。あそこがエストレガレスだっけ。僕さ、一番好きだったのさ、あの主人公にあの嫉妬してるあの黒いやつ、あいつ結構好きだったんですよ。ああ、あいつ同じ国のやつ、ね、そう、同じ国のやつ。お前の気持ちよくわかるっつ、はい、うん。とりあえず、グローリースラッシュ、グローリーインパクト、アイシクルショット、関節攻撃、移動後攻撃負荷の強いやつと、前作の帝国だってやっぱりエストなんとか、はいはいはい、気絶状態。じゃあさ、もう本当40ってかもう35を超えたぐらいからさ、固有名詞を思い出さなくてさ、ちょっと記憶力足りないんじゃないですか。本当やばいの、うん。ホーリースラッシュ、ホーリーブレイク、ジャッジメント、隣接する敵一体に特大ダメージ、ゾンビ特攻、鉄壁のオーラね。で、魔法もある。いやー、これね、僕誰見てたの。グラドスで、次ジウ。ジウは僧侶系だよね、うん、多分ね、もともと強いんじゃないかな、この辺は、うん。うんうん、範囲、うん、攻撃魔法がディバインレイぐらいしかないんだよね、代わりにみたいだね、うん。で、ナイトのシズラ、バリアントスラッシュ、通常攻撃、ディバインブレイク、またね。で、鉄壁のオーラ、ヒール。あれ、意外に結構普通ですね。もうちょっとのトリッキーな人かなと思ったんですけど、クラスナイト、
国民的人気を誇る王立劇団の看板俳優。街を歩けば女たちが色目を使ってくる。まるでうどんのような男。あ、そして、ヒロインっぽいイエナ。イエナちゃん、イエナちゃん結構ね筋肉質なね、太ももがね。あ、目が言ってた。これね、ちょっとね、あの某アトリエの人とはまた違う系の、あ、いい太ももってことね。いい太ももですね。 あれとはまた違う感じのいい太ももですね。筋肉系太もも。スマートアロー、スナップシュート。スマートアロー、ちょっとね、モデルがね、モデルがちょっとね、もうちょっと頑張ってほしかった。ここのモデルはスナップシュートに。逆に言うとこの2つだけね、多分ね、うん、一番最初のクラスじゃないかな。あの、クラスチェンジしてない下級職ってやつ、いわゆる。あ、下級職ね。はい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 。おー、基本のところ見ると、うん、多分成長率とか見えるんじゃなかったっけな。基本のところに成長量、あ、なんか、あ、まあでも成長速度か、うんうん、このゲームね、情報量めっちゃ多いんですよ。まあ、でもなんかそんな難しい情報はないような気がするけど ね、システム的には、あの、あ、システム結構シンプルだし難しい情報もないんですけど、うん、キャラクターとモンスターの種類が多くて。あ、まあ確かに。あのね、僕ね、前作のあの面白さの壁を越えたのは、あのキャラクター、やっぱあのモンスターを把握した頃なんですよ。あ、なるほどね。最初まず把握するのは大変かもしれないけど、そこを越えたところでね、ぐっと面白くなるんで、うんうん、まあまずはね、まずはそこを覚えていくところからですね。あ、ちなみにそれはパッシブスキルを全然見てなかったな。家など同時に出撃するとインテリジェンスが上がるとか。あ、 MP 回復は大きいね、このゲームで。ごめん、ちょっと待って、操作が。毎ターン最大 MP が20ポイント回復するんだ、これ。あ、 20% こいつピックと一緒に出撃してると。あ、じゃあピックがイエナと一緒に出撃してるのね。 あ、イエナの仕事機しか。はははイエナか。イエナと一緒に出てるとピックが。なるほどね。全然気がつかなかった。イエナに命を助けられて、イエナを姫としたい行動を共にする。王子であるルビノにも失礼。ルミナスバレット、プロテック、サイレント、パラライズ、サンダー。なるほど、サポ系ね。じゃあやっぱりあのイエナとピックがワンセットですね。ここまでは今まであのイベントに出てきたから何だか覚えてるんですよ、うんうんうん、本当にこれモンスターも見た。これモンスターってどっちかというと揃える系の方が分かりやすいんですよね。揃える系、揃える系。こいつはあの火力系とか、こいつはあの関節攻撃系の部下にする。あ、こいつの舞台には火力系を入れてみたいなこと、うん、ちなみにあのさ、一番上の、うん、主人公くんが持ってるさ、うん、星マークついてるやん、水色の、うん、あれは、うん、ちょっと能力が高い、他のやつより。ほう、ちょっと、なんだろう、あ、稀に生まれるマナの奇跡と称されることは、つまり、そうね、SSR。 まあ、そういうこと、そういうこと、 SSR、 そういうこと。 0.5% ぐらいの、そういうこと。なるほどね、まあ、0.5% かは知らないけど。ほう、なるほどね。ガチャがうなりますね。ガチャがうなりますね。召喚ガチャが。そう、ちなみに例えですけど、別にガチャついてませんから、ゲーム中の召喚ですね。これ普通のドラゴンとまた違って、こっちはね、あの、うん、得点がついてるというか、うん、もちろん名前も変えられるんでね、モンスターは。うどんとか作れるよ。あー、ローエングリーンに ボティマ。これ下が名前ですね。そうですね、サイクロプスのモルビドさん。そう、なるほどね。まあ、最初はそんな難しく考えずにそのままでいきましょうか。ちなみに、これ相馬コスト、投馬範囲、上の投馬範囲っていうのは要するに指揮範囲で、投馬コストっていうのがそのモンスターのコストですよね。215分の100、215が最大マックスコストで、そこまでのコストのモンスターを、舞台に編成できるよってこと。つまりあと60あるから、そう、ここで早速ガチャ引きましょう。召喚。一応自分の国のさ、あれ見とかなくていいの？何？ユニット、ルーンの騎士様。順番に見ておきますか。順番に見ておきますか。自分の国ぐらいはなんか、そうですね、さんがこいつ使いたいって来るの。そうそうそう、キュンと来るキャラがいるかもしれないじゃないですか。テンプリアルナイト、アリアナさん。まあまあいいんじゃないですか。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 18歳、マメルモ騎士団所属の女騎士、勇敢、礼儀正しく誠実、女性扱いされると途端に動揺してしまうチョロイン。お、
ヘビーストラスト、エアリースラッシュ、ペインスラスト、周囲チェックすべてに小ダメージ、レジスト、スペルブレイク、ベル、魔法による能力バフデバフを消去ね。ハゲブレンダン、ハゲのブレンダンはバリアントスラッシュ、リバインブレイク、鉄壁のオーラにヒール、まあ普通ですね、はい、パッシブスキルね、パッシブスキルね、受け流し発動、ちょ待ってね、受け流し発動、反撃ダメージアップ、それパッシブスキル結構大事そうなのに、あの最初のやつは見てなかったね。まあそのうち。ハンターテオドラ、テオドラちゃん、テオドラちゃん、ルビネ三世率いるエンセズムに吸収された、うん、ほう、スマートアローにスナイプシュート、あの子と一緒だね、ノエルちゃんじゃなくてジエルちゃんじゃなくて、なんだっけ、うん、ヒロインっぽい女の子と、うん、ソラタイプへの技で与えるダメージは 10% 上昇、イエナちゃんだ、モンクのフェリックちゃん、手でかっ、手と足でかっ、この太ももはどうなんですか男じゃねえかよ、モデルがすごい、大陸中で愛読されている大衆諸冊、幻想大陸機構シリーズの著者、だけど文句、ヘビーブロー、スナッチアッパー、命中率アップ、パッシブスキル、うん、ちょっとね、一応の主人公たちの、あのパッシブスキル、パッシブスキル見る、気になる、強力なパッシブ持ってると思うんで、マナストーンのカゴ、状態異常に一切ならない、これね、うん、装備品のブリガンダインの効果かな、うん、あ、間違えた、入れ替えちゃった、パッシブスキルなし、逆になしを初めて見ましたね、縦防御にヒットポイント回復まだ間違えた、バツね、大丈夫、どうバツバツ、スラタイプ特攻、命中率アップ、あんまり固有がいなかったですよ、逆にあのさっきのなんとかの、なんとかパックね、ペックね、あ、なんだっけ、ピックね、ピックイエナのカゴだっけ、イエナの騎士だっけ、イエナの騎士か、これがかなり逆にかなりレアな感じだったんです ね、 そうだね、固有だよね、うん、もうこの子だけの、うん、逆に他に固有みたいなのあんまり見なかったな、次アングレン、おどうすか、地味メガネいいと思います、ルノさんの好きな地味メガネ、なかなかいいと思う、今のところ80点ぐらい上げられる、90点ぐらい上げられるかもしれない、いいですね、いいですか、ほほう、貧困にあえぐ家庭に生まれたか、ルーの基礎能力発言、僕は体験をプレイした時、ルノさんは多分この子気に入るなと思いながら思ってたよ、うん、正解正解、技はライトスパンク、殴る、フロスト、チャーム、フライング、周囲 4Hex 内にいる敵味方一体を特異地形ソアにする、はい、特異地形ソアってことは、まあ要するにフライングっていうの、特異地形が分かってないんだけど、移動が得意だよね、攻撃に対して得意じゃなくて移動が得意ってことかな、多分移動だよね、空タイプにするってことじゃないかな、うん、空特攻をつけるんじゃなくて空タイプってことだよね、うん、フライングだからこのね、グールを連れていくってことかとかね、キュンときますね、いいと思うよ、キュンときますね、よし使うぞ、コストも15しかなかったし、うん、で次が美ショップ戦場の作曲家、魔法はループヒール、ホーリーワード、ホーリーワードが範囲魔法かな、うん、ゾンビ特攻をねやたら見ますね、さっきから、つまりそれだけゾンビがコストパフォーマンス優れてるってことなんでしょうね、敵にすると面倒くさいというか、効率に期待、うん、ジャック次期士官候補生、ルビーの4世と幼馴染、高飛車な態度、大見を切った者を要することが多い、才能ある、才能のある騎士ね、
おじゃあ、確かこれ2つの年を落としたらまでって話じゃないですか。そう、どっち行くかで、ね、両方行こうじゃないですか。両方普通に考えて、うん、ウォーレンに行くのは自国領地を取られたから、うん、まあ理解できるけど、うん、下に行く大義名分は何なの、うどんさん的に。貧しい民を救うっていうジャスティス。貧しい民を救うジャスティス。あとこの赤い国は多分結構ねどういう国だっけ、なんとか共和国ね、なんとか共和国、ガイムール共和国かな、ガイムール共和国ね、誇りの国、誇りじゃ食ってけないんですよ、これから正義っすよ。まあ、確かに誇りじゃお腹は膨れないわな。というわけでこの、それぞれ攻めたいですね。じゃあまず人を移動させるところからですね。あ、いや召喚するところからか。召喚ってこれ土地によって召喚できるやつが違うんだ。違うだよね、きっと。またリザードマンとかあるんだよね。ゴブリン、ユニコーン、ドラゴン、ユニコーン、ゴブリン。ドラゴンだった今の。うん、うん、ドラゴンだった。陸タイプっぽい。ゴブリン、マーメイド、マーマンだったやつだ、前作だと。ああ、マーマンだ、人気を取れないと思ってマーメイドにしたね。でこいつね結構いやらしいんですよ。マーメイド、種族の情報、種族の説明文はないのね。だからまあこれ、あ、ここでは見えないだけだと思う。確か見えたはず、どっかで、うん、マーメイドね。このミリオンの歌声とかね、すごい嫌な感じなんですよね。なるほど、正義の名のもとにか下に行くのは。ケンタウロスね、ケンタウロス、ワイバーン、ジャイアントスネーク、あ、特異地形とか成長速度とかもね、特異地形、成長速度、成長速度、成長速度か。成長速度はクラスチェンジして上のクラスに行くとより成長するようになる、うん、伸び幅が増える。レベルアップ時の成長幅とかありますもんね、うん、で、ランスター、ここでだけ召喚できるやつもいますね。ルフ、エンジェルとかもそうじゃない、他にもいたっけ。エンジェルもだ、エンジェル高いんだよね。ループヒール、ディバインレイ、ループヒールは分かりやすく言うとリジェネかな。リジェネね。ディバインレイは神聖系の攻撃魔法だよね、きっと。そう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 、単体かな。グリフォン、リザードマンね、僕リザードマン好きなんだよな。グレムリンはサイレントプロテック、インプね、インプ、あ、インプね、うん。とりあえず、とりあえず俺とうどんさんとファクト君を作ろうよ、うん、なるほどなるほど、ちょっと待ってね、結構コストが余ってるんでとりあえず召喚しようか。ゴーレム60、78、83、57、110、結構余ってますね。セイレーンのエレイン、セイレーンだからマーメイドがクラスアップしてるやつですね。もうクラスアップ済みですか、これ。レベル10あるから多分そうですね。レベル10になると上位職になるんだっけ。そうなるほどね。はー、召喚、じゃあちょっとまず僕一発あのなんとかの奇跡やりますよ。なんとかの奇跡、なんとかの奇跡見とけ。あれ、あ、今のマナが543しかないからこれを召喚するともうこれで終わりみたいな感じの、終わりみたいな感じになっちゃうか。確かにコスト高い、コスト高いですね。340もある。あー、じゃあリザードマンみたいのがいいな。あ、安い。エンジェルがめっちゃ高い、エンジェルがめちゃ高なのね。めちゃ高でコストも高いと。うん、普通の演出が変わるんですよ、マナの奇跡が出ると。これ能力値にランダム補正が入るってこと。そういうこと。これが、なるほど、ね、マナの奇跡が出るとこれが例えばプラス20、はい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 、プラス15、プラス8、9、5とかそんな感じなの。なるほどね、なかなかガチャ欲をかきたててきますね。そうね、だけどマナは有限、うん、なるほどな。
う、外れ。アジティは高かった。なるほどな。2体目見てなかったでしょ今。あ、最後まで見ないとダメなんだ。ただあの一応全部プラスみたいですよ。確かにこれなかなかじゃないですか。で、じゃあ移動じゃなくて早速編成しよう。リザードマン2体を入れ替えで、リザードマン2体はこの、まあ、ウィズみたいだなって言ったら、そうね、ウィザードリンもそんな感じだよね。うん、そうそうそう、ウィザードリンみたいな感じで、リザードマンを次こうリザードマン3体入れられるじゃん。うん、僕ね、うん、こんな感じの編成好きなんですよ。わかる？なんか量産型みたいなのが3機いて、はいはいはい、副隊長と隊長みたいな感じの分かりやすさ。なるほど。つまりガンダム、ガンキャノン、ガンタンク3台ってことね。ちょっと違う、ジム3台の方がいい。シャーと、ドレンと、ドレンとデニム、ジーン、スレンダー。ね、そういう感じ。で、この60はここに入れておきましょう。じゃあこんな感じで、入れ替えかな、入れ替え中。こんな感じ。野田さん、まさか。ん？何？その3匹のリザードマンが、俺ら？今回は名前入れる系ゲームじゃないんだよ、今のところ。で、こんな感じで、まあ大体編成できたかな。でもね、多分ね、ゲーム的に言うと各分隊バランスよく編成しとかないと、多分ほら、なんだっけ、部隊単位で、まとめて行動するじゃん。そうだね。だからその部隊である程度完結できないといけないんで、本当だったら回復がいた方がいいなっていう気はするけどね。そう、本当は多分ね、一部隊ずつバランスよく編成した方がいいような気はする。僕もしかしたら全ての部隊を同じ編成にした方が逆にやりやすいと思うタイプかも。なるほど。まあただコストが違うんでね。うん、まあそこはうまくいくかどうかあれだけど。そうまあこんな感じでいきましょうかね。よし、じゃあでは移動先をハルメニアに攻める時って、ま、複数選択、全員これハルメニアにもう行っちゃってるけど、ハルメニアに、はい。で、残った連中、特に、この人、メガネをレオノラちゃん、そういいね、グールグールユニコーンってロレンス、うん、みんな攻める時の限界数ってあったよ、確か、何人でもいけるけど、同時に出られるのは3部隊までかな、戦場に出られるのは。それって何部隊でもいけるけどって言った。だから勝ったらそのままその部隊もそこに移動するんじゃない？戦わなかった部隊もちょっとあんまやってないんで分かんないけど、そうだね、例えば6部隊で行って出撃できるのが3部隊だけど、うん、その時1部隊が減った時にストックから出せるのかどうかは分からないですね。いや多分その戦闘ではもう出せないと思う。了解。じゃあこれで、移動と召喚終わったんでフェーズ終了しましょうか。また何？クエスト動かしてない人たちはクエスト行きましょう。もう全員移動させちゃった。ロレンスとハルメニアにいるじゃん。これで待って、クエスト行ったら空っぽになって、空っぽのとこ攻められるんでしょ。前回やった時空城の刑だったもんね。初手空城の刑だったもんね。でも、うん、移動してくるから大丈夫、主人公たちが。本当それに、ごめん、実は体験版では敵攻めてこないとプロデューサーレターに書いてありました。体験版、敵が攻めてこない。なるほどな。前回はそれで初手やられたもんね、うん、クエスト、これ場所を選べるんだ。場所を選べるかな。で、M ってついてるやつあるじゃないですか、アイコンに。成功報酬の、うん、モンスター専用の装備です。
修練所は経験値がもらえるってことね。そうね、レベルが上がる。他はアイテムがもらえるってことね。アイテムがもらえたり、他の騎士と出会って仲間にしたりって感じかな。でキャラによって期待度は変わってくると。おお、キャラクターによって期待度が違う。確かに。じゃあこっちでもクエスト。そうです。クラウスが期待度の高いところ。期待度が高いってことは難易度が低いってことだよね。でジャック、うん、なんかこれも、うん、まあ言っちゃえばガチャなんですよ。はあ、かきたててくるね。じゃあクエストフェーズ完了していい？いいんじゃない。ちなみにこれ戦場って多分マップを見る感じだよね。あ、そう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 。はあ、下から攻めてくるとそこに出てって。昔の三国志2とか初代三国志を思い出させる仕様ですね。うんうん、そうだね。あー、なるほどね。あ、これであの水舞台が必要とか最初から分かる。そうそうそう。優しい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 。で、まあ普通は戦地にするとこう偵察ぐらい行くけどねまあな、普通はな、普通はな。で攻撃フェーズだったんで、このターンで進行する国を決める、都市を拠点を決めるんだけど。あ、でも今移動中、今回はみんな移動中、うん、移動して着いたところだから、うん、何もできないと、うん、王子、これまでおよび今後の各国の情報をまとめさせましたので。ありがとう、グラドス将軍。ここからお勉強タイムです。お、残りのブリガンダインを有するガイル。あ、ちゃんと説明あるのね。あります頑張って調べてたけど。なるほどね。表舞台に姿を見せていないとか。不可解なのはそれでいて、首都ガガにありますモハナハルーン神教もそう。首都ガガはモハナハルーン神教。モハナキャラダイン像には連日各地からルーンの騎士たちが集結しているとのことでございます。我がルビーの三世王の死を嗅ぎつける連中がどう動き出そうとしているのか予想もつきません。予想もつかないなら先に叩く、うん、それがジャスティス。ガーデンの後継と目される娘エルザは伝説のムールエンジェ三姉妹の再来と。さっきのリザートマンから。我ら正義のブリガンダインの名にかけて、うん、ここは一歩も引けませんぞ、うん、旧ハザム国かつては我が国にも傭兵として仕えた者どもも今では散り散りになっているとか。どう考えてもこの国が一番魅力的だよね。そうね。でも両脇は結構落としいってらっしゃる方です。でも右はかなりいいと思うよ。右はかなりいい。右はかなりいい。森の奥深くに広大な城を作ったと聞いております。女たちを先導しているのはデラと申す者。そして娘のタリアには特に注意が必要かと。何しろ傭兵としてかなり過酷な任務を強要されてきた一族ゆえ、女の忍びたちは自由のブリガンダインを掲げ、我ら既成の国家をことごとく転覆させようと。すごいこと言いますね既成の国家をことごとく。いや、まあ、あくまでもグラドスさん視点で話してるからね。なるほどね。まあ、なるほどね。各勢力か他の勢力をどういう視点で見てるかも見たいね。ああ、確かに確かに。なんて言われてるか。そうそう、なんて言われてるかすっげえ気になる。あいつは正義を振りかざしてみたいな。ああ、なんかこと言われてるかもしれないよ。すっげえ各国にボロクソ言われてそう。いや、あの忍びと言いつつなんか調子的なちょっと臭さを感じさせるところがいいですよね。なるほどね。グスタファ神聖帝国、申し上げるまでもなく、我が国はもちろん他国への侵略もかなり強引に推し進めております。これ持たざるところだね。かの帝国には我が国をはじめとする国々と違ってブリガンダインが一度としてもたらされたことがありません。グスタフ一族というかつて我が国を追われた騎士の末裔どもが君臨する先制国家ですが、現在皇帝の位置にあるのがティム・グスタフという一族の中でも年少者、クソの多い一族の連中を束ねるためにも何が何でもブリガンダインを手に入れ、そのご意向に。右の子が妹さんだったかな。そう、これ絶対違うよね。これ、うん、ティムの妹だね。あ、妹なんだ。妹
グラドスがこんなこと言ってますけど、何がそのご意向、何が何でもブリガンダインを手に入れその御意向にすがりたいというのが本音でありましょう。まあグラドス視点だからね。本当グラドス視点ろくでもないですね。あのような国にブリガンダインが渡ったら我らの正義は地に落ちましょうぞ。マナサリージア法王国、あのロマヌフ法王が何かの悪霊に取り憑かれたらしくすごいいいようだね。法王はルーン信仰において在派の擁護者。我が国はモハナ派の流れを組んでおりますが、これまで異なった流派が衝突するまでに至らなかったのは、ひとえに法王の懐の深さへ。ところがここに来て法王の息子で警察師団長のルド突然放棄したと。高潔のブリガンダインを掲げ全世界を己の財派で統一しようと目論んでおるよ。聖戦じゃ王子、我らの正義をもって何としても愚かな野心を叩き。いやグラドスなんか言い方がいちいちでちょっとねちょっとね、このグラドス転換がね面白い。グラドス転換はあこうなんだっていうのがね、いやこれね、いろんな国でやるときっと面白いよね。そう、いろんな他の国のね、なんかその見方っていうのを見たいな。だってこれ多分グラドス多分ね赤個性のね高慢あたり持ってますよ。なるほどね、三国志の話ね。そう、海賊どもが集まって出来上がった国、我が国のように開国の祖アデッサ様のような強力な指導者のもとに生まれた国ではありません。もうすでに見下してるもん。すでにめっちゃ見下してるもんこれ。今ではステラとかいう海賊の末裔がいいように島々を動かしているとか、まさに身勝手な自我の判断台を地でいくようなものでございます。いやいいな、面白い格の違いよ。いやいいな、グラドス視点これはわりかしわりかしなかなかですね。ご苦労様でした。グラドス正義の正義の名のことに皆殺しですよこれはもう。いやグラドスしかなかなかですね。でクエストの結果が出ると。なるほどね。モンスターのアクセサリーの星2をゲットした、うん、ああなるほどね。モンスターのアクセサリーの星1をゲットした、うん、お星3ゲットじゃない、おー星3ゲット、なんか楽宝級宝徳が死んじゃいそうな感じが、宝徳が死ぬ、宝徳が死ぬ、宝徳が死にそうな。おほうほうほう、レベルアップでも割と能力値ランダムなんですね、バラバラに。ああそうですね、うん、なるほどね、なるほどね。結構で今拾ったアイテムを例えば編成で装備変更、例えばこの雇ったばかりのこれにこれか、さっき拾ったレアアイテムっぽいの、ここでバッツかな、うん、要は攻撃と、が防御に属性をつけるやつだよね、東土の国民は。あこれどっちも属性つける系か。そう、防御に攻撃と防御に水属性を2つ付けて、上のは緑のエンブレムは防御に緑属性を1個付けるってことかな。あでも戦闘力は、戦闘力自体は上がるのね。あパラメーターっていう文字の右側にあるアイコン、それがそうか。そうそうそう、糖度の刻印をつけると、な何属、色が違うのか。そうか、色が違うのね。つまりあの水属性、氷属性、水属性、どちらだったっけな、忘れちゃったけど、まあまあ、水が氷っぽい属性を2段階、まあ、緑と赤と青でこの相克関係になってる、うん、緑赤青で、あと白と黒で正と闇の相克関係になってる、まあ、よくあるパターンだよね。つまり属性装備を拾ってきたってわけね、これ。そういうこと、そういうこと。属性、うん、あのノイエちゃん、ノイエちゃんじゃない、なんだっけ、ほんと記憶力ねえな。弓拾ってきたじゃん、うんうん、この子は多分弓装備できるんじゃない、スチール棒を。おお、攻撃3、攻撃上がったで、バツを押すと上がったね、135まで。一応能力値も見えない、攻撃力30、アジリティ8、移動力1は
結構いいアイテム拾ったんじゃない いきなりいいもの拾いましたね。おで、あのそういえばの属性をすっかり忘れてたんですよ。はい、あのパラメーターの真ん中の方にあの攻撃属性と防御属性ってのが書いてありますよね。それがあの赤青緑の3組そうと、白と紫というか白と黒の反発関係って感じだよね。そうで、属性結構大事だったんだけどすっかり忘れてたな。あのうどんさんがガイドなしにしてやっちゃうんだもん。それ説明してくれるだろうねで、例えばルビーノだとあの水属性の攻撃1、水属性の防御3って感じですよね。そういうこと、そういうこと。はあ、はあはあはあ。で、これ属性何もついてないの。じゃあこれをさらに例えばそれ装備すれば44になる。これマックス9までいくんだったっけな。9でも今5じゃないの。多分ね、表示の仕方が変わったような気がするけど。あ、そうなんだ。ちょっと覚えてないや。そっか、属性、拾ってきたの属性装備か。これあのね、スイッチですよ。はい、PC じゃありません。じゃあ、このターンいよいよ攻めようと思うんで、ハルメニエにいるやつでみんなまたアイテム探しに行こうか。空上にしても大丈夫だからね。はい、空上しましょう。あれ、ちょっと待って、成功報酬の M って書いてるのは何だろう。あれ M はモンスターが装備できる。あー、装備、なるほど。モンスター装備と人装備で分かれてるのかな。なるほどね。あと普通のアイテム拾ってくることもある。転職用アイテムとか、あの命の木の実とかそういう系のアイテムとか。なるほどね。でこれで、このターンも攻めるから、あと召喚しよう。また攻められるの3人って言ったよね。戦闘に出られるの3人、3部隊まで。そっか、まあ、ぶっちゃけルビーのグラドス10で行くのが多分楽なんだろうなと思うんですけど、ここはペックとペックじゃない、ピックとピックとイエナでしょ。イエナを使いたいでしょ。ピックとイエナでしょ。ただしピックとイエナだと編成がだいぶめちゃくちゃそうな気がする。これコストがね86余ってるからね、ピック特に。グレインプがどんなキャラクターだっけな。補助魔法に特化してる。補助魔法特化で、こっちがマーメイドが水辺が多い戦場を得意。マーメイドのね、それ、バツボタンで見てみ。あ、これね、自分が水上にいる時なんだね。はあ、確かね、100% 魅了だった気がする。 100% 水上はね、水上にいたらね、自分が。よし、嘘だったらごめんね。ちょっとあと残り36あるんで、重いやつをなんか連れてきたいかな。いや、重いやつに変えたりしたいな。30をギガス大型モンスター、まあ単純なやつだよね。単純なやつ、ジャイアントスネークのラミア、トーマコスタードラゴンよりも高い、海上のドラゴン。いいね。得意地形は水上だね。オーバーしためっちゃ溢れた。これが2体もいらないんじゃないかなとも思ったりもしてるんだけど、まあ36だからいっか。で、これがこれも30余ってる。セイレン25。まあとりあえず1回これでいってみるか。うどんさん、うん、回復薬がいいね。回復薬がいいね。回復できるやつが1人もいないんだよ、もしかして。これが確かヒール持ってる。そうか。いやでもセイレーンが持ってない持ってない、回復持ってるやつがいない。技魔法ない。ない。あれ、確かに回復持ちが一人もいない。召喚したら。でも回復できるもの、回復ってユニコーンとか召喚すれば。まあとりあえずいいや、これこいつ連れてくわ。ナイトメアを奪って、それが良いかと。うん、ちょうどだしね。ちょうどですね。じゃあこれでいきましょうか。このゴブリン30安いからすっげえ弱そうすげえ弱そうな編成これで。ここに30余ってるんだけど、まあいいか。よし、とりあえずこれでいってみましょう。行ってみましょう。でちなみに、クラスチェンジまだできないんだけど、一応クラスチェンジ先とかもう見ることはできるんですよ。
おただマーメイド系はもうセイレンで、これでクラスティン自体は打ち止めなのかな。ああそうなんだ。ハンター系、ダンサー系、今ハンター系、ダンサー系、ランサー系に行くステータスを満たしてるってことかな。今すぐダンサーになることもできるわけだね。ダンサーになることもできる。おお。でもさっき弓矢装備したんだからさ。うん、まあね。はあ、今すぐクラスチェンジ可能なんだね。おお、いっぱいあるね。能力条件満たしてるからか。そう。ただ他の系統行くと最下級ジョブからになるから能力は下がっちゃう。なるほどね。ほう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 。例えばこのドラゴンだったら、やっぱりドラゴンはいろいろあるね。いろんなバリエーションがありますね。フレームドラゴンからエンシェントドラゴン系とか、フロストドラゴンからエンシェントドラゴン系。まあどれも最終的にはエンシェントドラゴンなんだけど属性違い。あれ？そう、途中の属性が違う。あれ？途中の属性は違うけど、エンシェントドラゴンになっちゃうと非属性になっちゃうっぽいね。え、じゃあそうなんだ。最終的には絶対に非属性になるんだ。なるほど。まあ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 、分かった。行きましょう。じゃあフェーズ完了して攻めましょう。攻撃じゃあルビーノ、どういくの、まとめて選ぶこいつと、イエナと、ピック。ピック。あと、まあ、よかったら、まあ、全員、まあ、全員行きましょう。あれに出してもよかったね、クエストに。うん、そうやね。もう遅いけど。コンウェルン。そうです、キングオブキングスと、まあ、似たような感じですね。で、これでいいのかな。キングオブキングスって配信したっけ？やろうって言ってて、実はしてないんだよ。でナムコミュージアムに入ってるんだっけ。ナムコミュージアムに入ってたはず。君が好きなんだよね。うーん、小学校の頃だからもう覚えてないけどね、うん、あれちょっと待って、出撃部隊を選んでないんだけど、こっから選べるんじゃない。こっから選ぶのかな、誰を出撃させますかって、うん、もしかしたらあれかもしれない、上から3人選んじゃうのかもしれない。いや結構ね丁寧に使う。あ、やっぱりよかったですよね。結構ね細かいところに行き届いてるゲームなんでね、そういうことはないと思った。じゃあイエナとピック、さあ正義の鉄槌を下しに行くか。そう、テックイか。正義、あなたと戦うわけにはいかないわ、帰りなさい。向こうもこういうやつがいるわけですね。みたいですね。おっと、そりゃオイラも気が進まないけど、かといってはいそうですかって帰れないよ。人間の都合でバレット同士が戦うことはないわ。人間の都合、あでもさ、オイラそんなことどうでもよくってさ、ただ家の姫のために戦ってるんだぜ。姉ちゃんもそうじゃないのかい。姉ちゃんだった。確かに私もエルザ様のために戦ってるだろ。そんじゃ行くぜ姉ちゃん。しょうがないわね、エルザ様のために覚悟なさい。当然あいつもなんかエルザの騎士とか、あ、防衛側からのターンね。防衛じゃなくてレベルが高い騎士から動けるの。あ、でうちらレベル1と5と5だったから多分最後になるんじゃないかな。なるほどね。多分相手のパラメータも見えると思うよ。あ、僕ねここ水で戦おうかなと思ってたんだけど、向こうから平地に出てきましたね、一部隊。あれ三角かな、バツかな。ない。あれ？あ、再移動可能がある。あのケイトもなんかなんとかの騎士あるかなと思ったらそうでもなかった。バレット族のルーンの騎士、奴隷騎士として育てられた老いたちにもかかわらず明るく純真な心。クラスローグ。うん。
ダリアンとケイト。ダリアンとは一体誰なんでしょうね。アブニール。よし行きましょうか。とりあえず平地で待ち受けますかね。リザードマンは湿地タイプらしいですよ。湿地タイプか。あ、得意地形湿地。これ平原。右下に川、ここが川で湿地なんかありゃしないんだけど。湿地ないんじゃない、うん、ん？あれ？命中プラス命中も回避も特にバフが入ないのね、か森は。あ、自分を選んで移動すれば、選べば出てくるんじゃない？あ、選んだ時に出てくるのかな。例えばリザードマンが移動で森に行くとマイナスでした。なるほど。森、あれじゃない？森、うん、川とか行くとちょっと上がるんじゃない？あー、なるほどね。多分湿地へ行くとプラス20とか15とかになるんじゃないか。なるほどね。森に行けば無条件に有利になるというわけではない。移動タイプによるのね。とりあえず、まあ前進しましょう。川を目指して。いいね、リザードマンいい動き見せるね、うん、やっぱりちょっと移動力に難が。あと自分があれだよね、うん、移動力プラス1持ってるからね、うん、ルビーノ。ルビーノどっちかっていうとルビーノ隊が、壁になりたいんだよね、街道沿いに。そうだね、このフロストドラゴンを壁にしたいね、うん、回復のナイトメア。マップ兵器も持ってるし。ああ、平原ですでにバフが入ってますね。 5%、うん、そういうタイプは得意地形平地。得意地形が平地だともうこういうところでも入るわけですね。平原でも。ただ道だと入らない。道はもう全部入らないんじゃないかな。あ、なんか可愛い子がいたよ。シュガー。シュガーちゃん、うん。敵も3部隊なんですね。まあ、3対3なわけですね。ただシュガー隊はそんなに、シュガー隊はそんなに、まあまあいいんじゃないですか。まあまあいいと思うよ。キュッてしてるよ、うん、80点ぐらい上げてもいいな。13歳、エルザあのようにしておてんばなムーアの孫娘。13歳に80点をつけるうどんさん。魔法系ね。フロストチャームフライング。でも PS 版もね、実はPC 版が出ると海外では流行りそうっていうコメントが来てるんですけど、 PS 版の頃から海外でもそこそこなんか結構人気だったっぽいですよ。インプ、空タイプ。頑張んなきゃな。で、このエレメンタル。行くぞ。ゴブリン。顔向けできないぜ、うん、マーメイド。マーメイド、はい、顔に入りたい。とっ捕まえたら仲間に引き出ることはできます。結構条件厳しいですけど、まあモンスターの話だよね。モンスターの話ですね。武将の話ではない。武将は無理だと思います、うん、あれ撃って出てきてるの。いいわ、やってあげる。イエナは一回セレンか。できればね、うちの軍勢川で戦いたいんですよね。まあリザードマンも、うん、リザードマンもね、マーメイドもね。なので川に向かいたい。で、ルビーノが街道沿いを進軍。仲間がついてる。ちなみにルビーノ自身もヒール使えたはず。うん、了解。嘘だったらごめん。おじいちゃんに習った通りに。かわいい、シュガー。シュガーちゃん、どんどん前に出てくるね。ね、やる気勢ですね。これインプはサイレントとプロテックね。
まあ、近づいたらちょっとかなり微妙ですね。近づいたら守備力上げとけや。うん、で2回使ったら終わっちゃうと、うん、2回使えるのかな使えないのかな。これ MP って最初からマックススタートで一切かまあ、ほぼほぼ回復することがないタイプ。基本回復ないと思っておいた方がいい。なるほどね、うん、さっきのパックじゃないけど、うん、ピックみたいな。あれだけね。行くぞ。え、なんだっけ、最近だと主に MP ってほら徐々に溜まっていくタイプのゲームと最初からマックスで使い切りタイプがあるじゃないですか。こっちは使い切りタイプなわけですね。そうですね。早く早く川に飛び込みたい。もうじき川いける、うん、こいつは空タイプかな、うん、大丈夫、死なせはしないわ。よし、あーでも向こうマメドは一体いるのね。これ一応接敵までオートとかもできたっけ。おお、ちょっとね覚えてないですけど、メニュー見てみようか。あー、オートあるはあるけど、ちょっと押したら怖いから押さなかったんですよ。ちょっと今押すのはガツでしょさすがに。で ZR ボタンで戦闘アニメーションは高速化できるんですけど、まあ、今回はこのままやりますか。うん、まあとりあえずまず1回も戦闘してないからさ、とりあえず戦闘してからですね。だって2戦あるもんね、まず1戦目だもんね、うん、これそうだ。森に入るとめっちゃ弱くなっちゃうんで念のため、うん、よし、どうやら水にイケポチャできそうな。我が国には正義のブリガンダインがある。すごい、ん、二方面に分けたねそうだね。いやしかも結構ゆっくり進軍するね、うん、ターン制限ってあるんだっけこの辺。ある、見て上。あ、12分の3の、確かに気をつけたい。さあ、そろそろ接敵ですね。来ない。いや、でもほぼほぼ来そうな流れですね。よし、頑張んなきゃな。家の姫に顔向けできないぜ。あ、ピックも空タイプなんだね。うん、ピックも空タイプ。ようやくこのゴブリンちゃんはゴブリンだから何もできない。ゴブリンは森だって。ん、ゴブリンは森タイプか。森に入る。あー、 20% はすごい。 20% はね。ただただしポイズンとね、毒と麻痺ぐらいしかないっていうね。あー、まあなんかこれはもうゴブリンスレイヤーさんに駆られるぐらいの運命ですよ。でもゴブリンはクラスチェンジするとどこまでどう強くなるんだろうね。確かに僕ね、逆にゴブリンちょっとすごい育ててみたくなった。楽しそう。ゴブリンロードとかになるのかな、やっぱり。うん、ホブゴブリンとかゴブリンチャンプとかになるかもしれない。ゴブリンキングとか育てがいがありそうですね。まあ、育ったからといって強くなるのかどうか分かんないけどね、うん、そろそろプロテックをかけてってもいいかもね。死なせはしないわ。よしよし、こいつらおびき出されてるね。いい、ただマーメイド、マーメイドがいるね、うん、あっちが2対1だわ。あっちが2対1。さあさあ、こっからいよいようどんさんの手腕の見どころですよ。任しとけ、まずは水ポチャ。ちなみにリザードマンが、ちなみにね、ちなみにね、セイレンね、うん、技見てみるとね、うん、魔法じゃなくて技だよね。技だから。さっき言ってたメールストロームがね、めっちゃ強いんですけど、これ味方も必中なんで。味方にも必中。味方にも必中する範囲攻撃なんで。あ、確かに全ての敵味方だ。気をつけてください。とりあえずこのターン何としてもこいつを倒したい、マルティを。っていうか。川に入っちゃいたいよね。私の部隊に任せて、うん、なのでマルティを倒す。そこだね。技イエナちゃん、スマートアロー。あ、なんか一撃で140持ってきますね結構なんということもなく倒せそう。だってレベル1のマーメイドですよ。
そんなに恐れることは何もない。さあリザードマン3人がこれ通常戦闘でこんな感じなんですね。あスピードね、うん、スピードこれをもっと早くできるって感じですね。そうですね。別に全然今の時点でも遅く感じないし全然構わない、ね、こんな全然ストレスは感じないかな、うん、ちょっとこれ怖いですね。レベル10、レベル10のサイクロプスか。もしかしたらマナの奇跡とかもついてるかもしれんよ、うん、主人公キャラが持ってるやつだ。まあこのターンはまあいやあーいやーここで終わっとこうちょっとこっちがねちょっと、ね、不穏な気配が少しあるんですよ。これ2対1、2対1の状況。いやでも逆にあのドラゴンさ、うん、ブレスでいきなりあの3体いけない？いけるいける。4マスだった気がするんだよねブレスの前技アイスブレス。ただ威力そんな高いわけじゃないから、俺が邪魔で見えないね、はい、うん、おい、うん、365の220、うん、140あたりから結構与えるそうな感じです。まあ行ってみるか、行きましょう。うわすげえ、すげえ、すげえ。我が国には正義のブリガンダインがある。よっしゃ正義執行しましょう。正義執行グローリースラッシュ、名前がすでに、12、そしてピューンと飛んできて、いいね、相手のヒーラーを倒す。1残る、1残る1残る、うーん1残してしまう、しかも攻撃できない。うーん、ゾックに入れ、横並びにした方がいいかな、いっそ。いや、ユニコーンがどれくらい硬いのか、ナイトメアレベル10か、大丈夫だろう。えい。みんな、私に続けば。カーズ。魔法これ、魔法。204。204。うん、フロスト。141。次のターン死んじゃいそうだね。うん、死にそうですね。敵の攻撃で。うん。さあ、こっちも。頑張んなきゃな。魔法、プロテック、サイレント、パラライト、サンダー、サンダー届かない、届かない。いやもうグイグイ行きましょう。そうね、サンダーは届く場所には行かないと思ってみて、かわいいゴブリンちゃん、ゴブリン森だよ、森がうまく使えない森に行ったところでなって感じなんですけど、さ、マーメイドが、前にマーメイドはターネア地形効果 20% ぐらい、いやでも与えられるダメージ30ポイント、そして反撃で150くらい、でも命中率は 40% だよ敵の攻撃はダメでしょう。まあ壁作って待機で次、まあね、うん、自分の 40% 当たらんけど敵の 40% 当たるからね、当たりますからね。まあ次のターン魔法とかで、あこれすれば P マップ兵器でしたね。何何このエレメンタルって、あそうそうそう、うん、まあ、マップ兵器、でもここからダメージ与えられるとはいえって感じですね。そんな頑張るところではない。魔法プロテック届く？届かない。移動後にプロテックを使えないから、そうだね、使うタイミング難しい。これだってなんだろう、進軍にくっついていくのが忙しい感じなんで。大丈夫、死なせはしないわ。いや200のステップ、あ毒でも逆に言うと毒、ヘビーインパクト当たんない、当たんない、当たってる、当たんない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 、おクリティカルか、
26。マーメイドはやっぱりね火力はクソ低いですね。アブニールちゃん行きますよ。まあそれはそうですよな、うん、そっちかそっちか。おあーなるほどなるほど。ごっつぁんごっつぁん。もう一体いたサイレント。おーなるほどね。結構あの CP の動きは的確ですね。あのじゃあちょっとこれはリーダー自体はあっちの弓、いやさっさとこれを倒すべきかな。ケイト、ケイトを倒してしまえばこれのクソ硬いやつら無視できるじゃ無視できるんですけど、いやでもやっぱり援護に行こう。いいわやってあげる。あっちに行ってうん 両方面対応しよう。スマートアロー140ブレスでブレス、いややっぱりユニコーンを背面倒しとくべきか。でもさ、うん、トーマ範囲が結構ずれだから気をつけてね。うん大丈夫大丈夫で、リザードマンがリザードマンたちが敵のリーダーを狙う。あ結構硬いな。硬いというかリザードマンが弱いというか、まあまあまあ確かにリザードマン弱いもんな。まあ削っときましょう。おガードスキルが、ガードスキルそれでも74くらい。レベル1のリザードマンな。技ダメだ。ちょっと微妙感ありますね。一匹ぐらい死にそうな感じですねこれリザードマンが。まあ基本的に使い捨てにするゲームなんで。だよね。まあモンスターだしな。モンスターに人権ねえし。もう人権はないかもね。モンスターに人権ないんでガンガン死んでいいんじゃないでしょうか。敵が結構ね、なんだろう、あの密集するからな、あの包囲って結構簡単にできるかと思いきや意外に包囲できないね。そうね。硬いな。お、クリティカル。結構減らした。うん。で、セイレーンが技メールストローム。味方も行くから気をつけてね。大惨事。大惨事。大惨事。ミルクの歌声がそれ何？ダメージが見たい。ね、めっちゃ減る。ダメージ対象を見たいんだけど。いやもうここの範囲にいればついんだよ。おお。なるほどね。こんなやつとか吹っ飛んじゃう。吹っ飛んじゃう。吹っ飛んじゃう。で、魅惑の歌声行きましょうよ。それがこれですね。多分 100% じゃなかったっけ。成功率 100% だ。そう、水水上で扱うと 100% なんだよね。えごくないこれ。でルビーの王子はまずユニコーン、あルビーは確か回復もできるんだよね。まあでもこっちは回復すればいいや。魔法ヒール、65。いやこれは技ビッグロア、全ての敵味方に全ての敵味方出た。またまたまた敵味方。いやこれあユニコーンさ倒せないのか。じゃあビッグクローだな。ウィンレイユ、うん、でドラゴンがシャレの名前でした。まあこれはなかなかいいとこに進めないね。うん、主人公と一応変えるか。ルビーノを、正義のブリガンダイン、いやルビーノはフロスト、魔法だね。敵、うん、100ダメージぐらい。おい、うん、サンダーだからじゃない？相手緑だからじゃない？緑は青に強い気がするから。威力が下がってるじゃないですか。あ、つまり、これか。これとかだったら103、あれ、そんなに下がってるわけじゃない。そこまで下がってるわけだ。なるほどね。
で、ちなみに普通に殴るとグローリーインパクト命中マイナス21アイシクルショットすんげえ減る、すんげえ減るね、すんげえ減るけど、あいつもあいつにね、あのフロストドラゴンの攻撃は届けばいいんだけど、フロストドラゴンが今できるのってこいつを殴るだけなんだよね。確かに。あとは主人公ごとマップ兵器で焼き払うか。確かに。まあ手数を減らしましょうか。氷河の猛威。まあ主人公が経験値になるならそれはそれでいいんじゃないかな。仲間がついてる。グローリースラッシュ。みんな私に続けば。おお、すげえダメージ。あ、死んだ。あ、そっち行った。そっち行く。まあまあイージーですから。まあ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 。で、これで。ところで、あの魅惑状態ってどうやったら消えるの？殴ったら消える。わからん。こっちのアクションではどうなのかな。いや、いつまで魅惑になっててくれてるのか。どうだろう。フライング。マーメイドだけどフライングなんだ。これね、わかった。魔法じゃなくて技。魅惑の歌声。まさか全員魅惑にする、うん、次のターンどうなっちゃうんだろうね、うん、ん、これ魅惑入らなかった。あ、これ入らない系じゃない、ブロンズゴーレムって。魅惑無効とか、うん、多分そうだと思う。ゴーレムだもんね。何パーセントで出てる？でも 100% で出る成功。あ、確かにゴーレムも効かないっぽい、うん、じゃあこっちに。これであとはゴーレムをどうにかしましょう。魔法サンダー、サンダー届いた。結構減る、結構減る、めっちゃ減る。あー、めっちゃ減るけど魅了が解けるんじゃないかっていう心配はあるんだよね。溶けてない、溶けてないね。ここから、あ、範囲内だからこういって技プリズムシュート、はい、プリズムシュート、あんま減らないね、うん、ちょっと減らないね。まあ P、 まあそれはね P 兵器だからね。で、サイレントプロテック、プロテック、いやもうこれさすがに死ぬか。むしろサイレント、あれでしょ、成功率見てなかったでしょ。うん、見てなかった、ごめん、俺も見てなかった。で、これでどうなるんだろう。みんな、敵のリーダーを魅了状態。危ない。あれ、でも殴ってきたよ、こっちを。あれ、回復してる魅了。あー、回復してますね。あの、痛いで治っちゃった。ただ敵のボスは治ってないね。治ってないね。あ、そして、ありがたいことに。ありがたい。しかも石化した。しかも石化した。ありがたい、ありがたい。ホーリーワード。おお。どうしたの？ハイマフにやられた。ハイマフだった。あ、やばい、危ない、危ない、危ない、やばい。やばい、やばい。やばい、やばい。バイ、バイ。ちょうど家なたい。いいわ、やってあげる。下がって撃つ。スマートアロー。10のこれ、10のこれか、クリティカル出ればね。10、ね、やっぱりあいつ倒したいからダメだ、攻撃する手段がない。 B 部隊ダメだ、攻撃する手段がない、しょうがないね。クリティカルが出ることに期待して、うん、もしくは、あ、もしくはこいつを倒すからな、 B 部隊で。
ああなるほどね。経験値5。ああでもこっち、いやこっち、こっちが危ないか。やっぱりダメだ。スマートアロー。惜しい。惜しい。でもレベル上がった。え？あ、もう最大なんだ。熟練度もともと高かったんじゃない？なるほどね。ケイトリギ。殴る殴る。お。あ、魅了されてるから反撃してこないのかな？かも。あ、それで一応。うん。これで包囲になった。よしよし。もうちょっともうちょっと。魔法。ここでメリストロームだ。ここでメリストローム。フロスト。25。まだ残る。もうちょっともうちょっと。ここでノイエちゃんに、うん。とりあえずこいつを倒して。敵のリーダーも倒しに行きましょう。ドラゴン突貫、氷河の猛威。おお、すげえ減る。208。めっちゃ減った。1。魔法使いとか弓とかやっぱりね、接近されると弱いですね。そうですね。グローリースラッシュ。ただ魔法超強いからな。うん、そう、魔法強いんですよね。そんなに攻撃回数打てない分。おじいちゃん、ああ退却か。これ武将の打ち取り、戦士って勢力を滅ぼない限りは死なないんだっけ？なかった気がする。おっ おっとデーモンちゃんが逃げ遅れました ね。ってことはこの戦に勝てばあのデーモンはうちのもの、うん、さあこれで、リーダーを倒してピックで倒そう。魔法届くんじゃない？いや、もう残り体力ちょっとだから殴って倒していいかなと。なるほど。あー、ゴブ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 。さすが包囲されてるから当たるね。これであの石化してるやつとかね、逃げよ。いや逃げ切ったか。石化してても逃げちゃうな。うん、石化しても逃げましたね。ダメだった気がするけど、俺の記憶違いか。7、10になったらクラスチェンジだよね。7止まりでしたね。いくぞ。もうこれで勝ち確でしょう。あと1体だけだしね。もうあと1体だしね。多分逃げるんじゃないかな。うん、逃げるでしょう。もう逃げると思うんで、まあ、雑に、あ、ここであれですよ。もうこう言っても、もう終わったでしょ。もう終わったでしょ。もう終わったでしょ。おっとです。メールストロームして味方斬新とかしたら面白いよね。かしこまりました。MP が32回復したわけね、今ので。うん、撤退ですか。やむを得ませんね。正義への思いが勝利につながったのだ。そう、正義大事。そう、正義図力。俺の正義で、俺の正義でお前の正義を倒す。あ、そう、みんな経験値もらえるんだよね。スキップしようかな、うるせえから。お、レベル8。リリムを捕獲した。さあ、リリムを捕獲しましたよ。早速ね、編成するなりクエスト行くなり、ちょっとなんだっけ、そういえばグリフォンが落ちた、レベル1のグリフォンが落ちたんですよね。まあ、意外と被害少なかったね。うん、さすがうどん、ブリタツなだけある。ブリタツ、ブリタツうどん。
お、イベント蘇りしページ、うん、あの、なんだ、こうやって師匠が刻まれていくわけね、戦記が。大陸からわずか北西、北西に離れた広大な島ノーザリオ公国、自分の国ね、うん、漁業で財を築いたノーザリー公が治めていたものの、国家としての対応なしてなかった一人のルーの、これこの国の昔の話ってことなんですよね。そうだね、建国の話なのかな、うん、なんかアデッサがうんぬんかんぬんって言ってたやつじゃないかな、うん、正義のブリガンダイン持った男がやってきた。そのメッセージは聞こえていた。島では大陸でいう正義という言葉をアデッサと言った。そうですね、さっきので拠点を取ったことになりますね。住民たちは彼のことを尊敬を込めて正義の人さあアデッサと呼ぶことにした。あ、うどんさん、ん、忍び国に攻められるようになったよ。神聖帝国に行くか忍び国に行くか。そんなん忍び国に決まってるでしょ島はさまざまな少数民族が群雄割拠、争いが絶えなかった。島の南方に位置するアルメラ地区は紛争のもと、バレット族という人間社会とは距離を置く偏屈な妖精族、あーバレットね、さっきのピックね、おーおーおー、バレット族の背後には大陸でできたばかりの国ガイムール共和国の影が見えていた。アデッサにこの島を、ほう、マナストーンは彼を正義に導くべく光を放った。正義のブリガンダインの騎士はいくつもの少数民族を束ね、島からガイムール峡谷の力を一掃、アルメラ地区も廃下にした。ノーザリー公は君主の座をサー・アデッサに譲り、国名もノーザリー王国に改めていくこととなった。なるほど。アデッサの死後も正義に対する意志は揺らぐことなく、人々は勤勉に働く、宝石の技術で国力をつける大国となった。未だに生涯の国王でありサー・アデッサと呼ばれた騎士がどういった筋だったかは知る者はいない。うんうん、なるほど。こんな感じで領地を増やすとイベントがちょこ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 起きるわけですよね。まあ、今回は1回目でいきなり起きましたが、星1ばっかりやね、うん、あ、星2フリーザックス、おお、星2フリーザックス。さっきの戦闘で思ったのは、戦闘が結構死にますね。結構、だってみんな結構あちこち危なかったじゃないですか。危なかった。そんなに油断はできない、これ。そんなに思ったよりは。フパイ、フパイ。フパイ、フパイ。フパイ。フパイ行こう、フパイ。フパイ、フパイ誰がいるの？お、ヒーラーのメデッサがいるよ。男がいるよ。はぁ、これ女に決まってんでしょ？男とか許されないよ、この国。男だわ。傭兵でした。性格は不愛想で大の女嫌い。生き延びることに精一杯、過酷な環境でも自ら信じる説義を指導を持っていた。大の女嫌いなのに忍び国にいる。ちょっと許されない。ちょっと許されないですね、これ。ほう。ちょっと敵の編成見れるんだね、ここで。確かに。マンドレイクとドラゴン。サンダードラゴン。サンダードラゴンってことは俺こっちのドラゴンと相性悪いのか。いや、向こうもダメージ与えられないし、こっちもダメージ与えられないのか。ユーラちゃん、自然を愛する狩人、いいおへそしてますよ。鼻が赤いね。忍び国ね、僕ね、ほんとね、メデッサいいと思うんですよ。なかなか90点。対魅了のリンク、魅了向こう、対無料のリングで無料向こうで、じゃあ、あれ、もうこれ攻めて勝ってしまったら僕はクリアです。マジかよ、うそーん。これ体験版だよね。まあ体験版だから 本データを持っていくことはできないんだよね。うん、ちょっとレベル12の女の子見てよ、下のイオアナちゃん、うん、ベテランの歌い手、うん、クラスミンストレル、ちょっと長い号風味のあるデーモンね。確かに確かにちょっとあるでしょ。ちょっともうなんかちょっと長い号風味あるじゃん。エッチーですな、うん、
マガマガしい翼を持った悪魔のモンスター接近戦を経て強力な黒属性の魔法ベノムとカーズね、うん、ですね。もう一回説明しますと、うん、今プレイしてるやつが昨日配信された体験版で、うん、拠点を2つ取るか10ターン経つかで、うん、エンディングなんですよ。とりあえずさ、いやこれね多分ねウォーレン行かないといけないような気がするんだ。というのも、多分やっぱりねウォーレン行くこと前提でウォーレンにねイベントがあると思うんだよ僕。どこ行ってもあるんじゃない。どこ行ってもあるんだけどさ、なんかあのお姉さん、いや妹、はい、とお話ししたい、妹とちょっとお話したいかな。なのでちょっと予定変更して、んとりあえずさ一旦ぐらいみんなクエスト行ってみたら、あのこの出会いイベントがあるんで。おー、そうね。ただあの位置は変えとくね。ルビーノと、間違えた、ルビーノとイエナとこの辺さえやっぱりかなりちょっと自分で使ってみてなんですけど、かなり使いにくいですね、はい、なるほど。イエナと、いや向こうにはメガネがいるから。ああ、そう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 、じゃあイエナとメガネでいきましょう。じゃあとりあえずこいつらを、あ移動できてないよ。ルビーナ、イエナ、イエナ、ビッグ、おでこっちまで移動して、そうやって帰国だから。であとはクエストに出しましょう。すげえ、期待度4もある。一番右足のあれ、一番右足の光ってるのあれ何？ああ、多分、うん、その騎士との出会いがあるよってことじゃない？ああ、出会いがある可能性があるよってことじゃないかな。なるほどな、これは出会えそうですね。こっちにも。さっきまでなかったっけ？さっきの、いやごめん分からない。俺も覚えてないわ。レオナガちゃん。よし。あ、これさ。修練って経験値じゃん。経験値。じゃあその修練行くやつに編成、あのモンスター集めといた方がいいんじゃない？まあそうね。賢い。賢い。うどん賢い。ゾンビ、ゾンビ40。グールだから。このメガネ出すからあと26。ゾンビ、ゾンビ。上のマーメイドが置けるね。こんな感じかな。よしよし。しかしマーメイドを使ってみた感じ、水の中から魅了の歌声やる以外のアクションがちょっとかなり微妙かと思った。まあ、歌ってなんもですね。セイレーンになればフロストもゲットするから、うん、あ、そうね、セイレーンならばって感じですね。ちょっと歌い手だけだとね厳しいですね。ワイバーンね、ワイバーンガチャやろう。まだ結構あとその結構多分死にやすいゲームだと思うんですよ、はいはい、その分あのモンスターを結構ガンガン召喚できますね。なのでガンガン使って死んで、まあ、生き延びたやつを、そうだ出ていくか、うん、って感じですかね。これをね、ワイバーンをね使っていきたいんだけど、これは意外にって思ったんだが、まあいっか、一旦外して、よし、こんな感じでいってみよう。意地でもグール残すところがさすが。いや使ってみたいじゃんグール、うん、分かる。あとグールね、スペックそんなに悪くない、とにかくコストが良くて、まあでも言ってもレベル1ワイバーンよりも弱いぐらいなんですけど、レベル4でも、まあ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 、まあ、これでクエスト OK。 グールはね育つとね、うん、クラスチェンジが結構いいんですよ。こうリッチとかになっちゃう。よく分かったね。クラスチェンジがいいって言ったからね、不死系の最上位ということで、うん、ヘビージャケット、あっ、おお、星さん、星さん氷系だから主人公でもいいんじゃない？
しかもあの人マークがついてるから誰か騎士と出会ってるはず、うん、なんか人マークつきまくってるよ、3つぐらいついてる、3人と出会ってるんじゃない、うん、あ、そうだ、クラスチェンジ、今の熟練度だから弛緩してきました。短縮の音楽、おいてめえ聞いてんのか、うるせえからやめろってんだ。カーラちゃん、カーラちゃん、おい聞こえてんのか、うどんさんの好みではなさそう、どう、うん、はい、魔の力を込めた旋律で魔法を生み出すルーの騎士、奪うときは奪い、歌うときは歌う、さっきの曲の歌詞さ、海賊の歌だよ、うん、誰にも止められることなくやりたいことをやるんだってね、だからね、私もそうしてるんだ、私はこいつら悪党に復讐の旅をしてんのさ、食い下がった、あんたには分かるはずもないよ、今でも思い出す、部屋の隅で他人の幸せを踏みにじって、そんな歌を憎んだ私にブレンダンがブレンダンがね誘ってますよ、結構長いですね、長いですね、ちょっとだけやりたいことが変わった、私はカーラ、時の仲間になったカーラ、カーラちゃん、シズラ、3人ぐらい仲間になりますよこれ、3人仲間になりますね、うん、くそ、騎士だからってお前らだけが特別、男かって思ったでしょ、そんなことない、俺はこの力をつ、今日はたまたま、はぁ、お前読む気すらない、何言ってんすよ、めっちゃ読んでるんですよ僕、速読で、速読で めっちゃ読んでる、僕は宇野さん、何、僕たちは情報をたまに、うん、だからありが、三人目の名前バール君、バール君、よし、これでね、まあちなみになんですけど、ぶっちゃけ残り6節までさ、残り1段で訓練してた方がいいと思うんですよ、クエストで、いや、クエストやってた方がいいと思うんですよ、まあ確かに、特にね、あれなんですよ、僕ね、ゴブリン、あのね、クラスチェンジしたいんですよ、でしょ、今リザードマンのレベル8とか、そう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 、ゴブリンのレベル8とかがいるから、そう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 、3回ぐらい活かせれば、ちょっとね、それやりましょうか、なんかね、ちょっとね、いや、見たいっていうのがあって、クラスチェンジとかを、この3部隊かな、あ、下のピックもあるんじゃない、ん、あ、ピック連れてきたっけ、あ、そう、ピックがこれ、そうそうそう、ピックのゴブリン、ピックのゴブリン、ピックのゴブリン、あとあれ、インプもレベル8だよ、インプ、ほら、あー、ほんとだ、まあとりあえず訓練出しましょうか、クラスチェンジができるって誰か言ってなかったっけ、これか、クラスチェンジじゃないよ、熟練度が5になって最大までいったよってことで、熟練度が最大になると例えばアーチャーから別のローグとかに変わっても、うん、アーチャーで持ってた、パッシブスキルや技をそのまま持っていけるっていう、なるほどね、レベルと熟練度、パッシブスキルだけかな、レベルと熟練度があるんだ、でもそのレベルと熟練度のうち熟練度が実はねまだよく分かってないよく分かってないんですよね、ちょっとねクラスチェンジしたいと思ってるんで、ちなみにルビーノさんは、うん、修練所しか行けないはず、ああそうなんだ、主人公は君主か、
あれ、あ、僕デーモン置いてきちゃった。あ、そうだね、デーモン置いてきちゃった。誰か連れてかせる。誰かが持っとかないと動かせないのね。そうそうそう、そうかそうかそうか。あ、でもコストすごい高いですよ。デーモン天使と一緒だね。おー、そこ入らない。入んないわ。下のジャックがあそこでもいいのか、うん、移動よいしょ。いや、ちなみにね、アイテム拾いに行ったりもできるんですけど、なんかもうクラス戦だけでいいかなと思った。大変だから。うん、というわけでどん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 進めてクラスチェンジを見ましょう。クラスチェンジしてみたい。でもなんかすごい星さんゲットするね、うん、また強くなれた。レベル9あと1個、うん、レベル9あと1個、レベル9あと1個、レベル9あと1個、あと1個。もう一回行きましょう。次編成で、入れ替え。このデーモンを、あ、残り5、ギリギリ足りなかった、ギリギリ足りなかった。残り16。あ、リザードマン3連戦。あ、そういうことね。うん、ちょっとはかわ、ちょっと崩してしまうのがあれなんですけど、まあまあまあ一旦いいや。よし、こんな感じで。どうせ楽しくなってきてるでしょ。なんかね、ついやっちゃうね、いろいろ。いや、ってか、もともと結構、もともと面白いと思うよ。面白い、面白い。よし、これでクラス戦で試してみましょう、もう一回、さらに。残り5節になってます。イージーだとね、多分こういうことができるんだろうけど、うん、ノーマルハードだと制限があるから、チャンスに。あー、クエストクリアの制限があるよね。だから多分あんまりこういうことやってると統一に時間が足りなくなる可能性も、うん、10スキップで今次出たのに何々クラスチェンジできるようになりましたって。あ、そうなクラスチェンジあるある。3つ、3人、光ってるやつかな。あー、光っとる光っとる。ハイリザードマン、ハイリザードマンになると、あー、成長率も結構伸びるね。あー、成長率がぐいっと伸びますね。ただコストが15増えると。あー、確かにコスト、移動力が増えるのは嬉しいね、うん、あと魔法とかパッシブスキルとかも変わってるんじゃないかな、うん、現在のスペック自体はそんなに変わらないですね。ヒットポイント、まあヒットポイントと機動力が美味しいぐらいで。でリザードロードになるには多分あの王者の勲章っていうアイテムが必要なのかな。あ、きっとこれもクエストで拾ってきてって話ですね。なんだと思うけれどもちょっとよくわかんない、うん、拾ったことないんで。ちなみにリザードロード2回行動とかあるよ、パッシブスキル。リザードロード、うん、すげえな、 2回行動って。それだけで強そうだよ ね。ずるい。ニュータイプかよ。ゴブリン、ゴブリンナイトで終わりなのマジで。本当だ、パッシブスキルもつかない。マジでそれだけで終わりか。なんかね、ゴブリンこそで僕ね、いつか頂点いけるんじゃないかなと思ったんだけどゴブリンはゴブリンでしたピンク色になる。まあちょっとだけ強くはなりました。うーん、ちょっとね期待外れだかな。ちなみにゾンビさんはレブラント。ほう、でリッチと。おお、リッチ。最後になって急にリッチ空になるんだ最後になって急にインテリジェンスがぐいっと伸びますね。リッチだとね、魔法とかパッシブスキルも強いんだよね。おお、というかリッチが別物ですね、さすがに。配信中にリッチになることはできません、残念ながら。残念ながらデーモンさんもアークデーモンになれる。ちょっとな、もう一回訓練しよう、もう一回訓練しよう。アークデーモンにしたいのね。アークデーモンにしたい。コスト100超えそうだけどね。ただ今13でオーバーしてるからどうにかしないと。よし、あ、間違えた。入れ替え。あと1個クラスチェンジできるやついるよ。ん？なんだろう。
インプだ。え、あ、これか。インプからグレムリン。グレムリン。確かにグレムリンだとサンダー持ってるんじゃないかな。あー、ほんとだ。攻撃できるんだ。サンダー使えるなんてのありかも。ディアクとかな、最高度の。うん。なるほどね。リアクト、サンダー、サイレント、プロテック、ほほう。ちょっと使ってみたいですね。使ってみたいな。入れ替えを。これを、結構ね、悩んでるっしょ。結構、あ、なんだかんだってこのパラディのグラドスさん、相馬コストの高いのがいいね。あのレベルが23あるからね。ずっこーい。リザードマン1体外そう。リザードマン、トリプラーがバラバラになってきました。バラバラになっちゃった。まあまあ、あとクラスチェンジで見たいのは、まあ、そもそもイエナ自体と、イエナ自体とこの、まあこれだね、これだね。はいはいはい。まあここら辺も見たかった。まあまあここら辺わかるか。これもクラスチェンジ近いんだよね。そうだね。まあいいや、またクエスト行きましょう。またクエスト行っちゃう。修練所、ピック、もうついでに、よし、ちょっと放り込んでみましょう。エクセレント、エクセレントだと300、グレートだと200、グッドだと100から。ちょっと待って、レオノーラだけグレートなんだけど他がエクセレント。他はエクセレント。他がエクセレント。編成クラスチェンジ4つ。まあでもノイエちゃんじゃなくて、なんだっけ、イエナちゃんはできないね。アークデーモン100、魔法がグッと増えますね。ベノムカズカ、ディメンション。ドンさんの好きなディメンションや。敵を吹き飛ばすやつ。多分そう。敵を吹き飛ばすやつな。グレムリンかな。グレムリンも一応変えといて。マーメイド、セイレーンに。セイレーンになると。フロストが使えるようになるんだっけ。そうあとメールシュトローム。あー、なるほどね。あとそいつ、うん、あー、ごめん。どのエレメンタルにするか迷ってください。なるほどね。エレメンタルを選べる、楽しそう。ブラックエレメンタル。よし、じゃあこれで、ああもう一回訓練したい。レムナントにしたい。もう一回訓練したい。ノイエちゃんもね、レベル9から10になるかもしれないしね。ああそう、ノイエちゃんもレベルクラスでできるもんね。キリがねえな、しかしこれ楽しいんですよ、これが。確かに なんかね、これちょっと待って、もう、コストオーバーしまくってる。いや、まあもうどうせ体験版の配信だから、ある程度絞るか。118、一旦こっちに行っといて。エンジェルも上級職になりたかったな。アークエンジェルかな。うん、アークエンジェルだろうね、なりたかったな。まあ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 、行きましょう。73、サイコロプスはレベル10で上級職なんだよね、きっと。あ、どうせクラスチェンジしてコストあふれるからいいや。よし、行きましょう。もう一回やっちゃう。最後の一回。すみませんね、僕なんかこういうの好きだから。やっちゃう。あとピック、もういっちゃう。もうこれ3節になっちゃった。
クラスチェンジ遊びすぎた。ああ CPU 同士はやり合うんですね、こんな感じで。そうですね。へえ、結構死んでるね。おモンスター3体3体なくなった。うん、なかなかいいお姉さんでしたね。よく防衛したの今2対3の戦いで。ブリタツなんですよ、うん、グレート多いね、うん、あ、お、ルビーができないじゃなかったかな。できると面白い。どうだろうね、クラスチェンジ。あールビーのは残念ながらプリンスから今のとこプリンス止まりでも、きっと知ってるよこれ、きっと特定のアイテムとかが手に入ってクラスチェンジできるんだよ。そしてロードとかになるわけだよ。まあ僕は何も言えませんなんかそういうのがお約束じゃない、うん、ファイアーエンブレムも手に入れるとかさ、そういう、まあね、うん、お約束だから多分これはね、なんかあると思うよ僕は。家なんかクラスチェンジできなかった、うん、足りなかったね。家な足りんかったな。ゾンビ2体かなゾンビ2体まあいっか。レブナント倍になるコストが確かね、毎ターン HP 回復があった気がする。あと攻撃も、ちょっと確かに、コストが倍になってヒットポイント回復がついたわけですね。そう、あと攻撃がドレインになったの。なるほどね。よし、じゃあこれでもうそろそろ行きましょう。あ、イエナちゃんはいいのね。イエナをね、ちょっとアーチャーにしたかったかなっていうのもあるんですけど、でもほら残りあと2ターンじゃん、うん、僕多分ねあと1ターンまでやって多分うっかりなんか終了してしまうとかあると思うんでなので余裕を持ってクリアしましょう。編成した？ほらうっかりがあるでしょ余裕持っといた方がいいでしょ。セーブしとかない。セーブあるの？あるよあるよ。 あるんだ。いやまあまあいける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 。ルビーのイエナピック。ピックなの？あれじゃない？違う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 、ルビーナイエナレオノラ、これでいきましょう。はい、いいよ。ウォーレン多分これなんかイベント起きるよ。フェーズ完了。ノーザレがウォーレン進行した。すげえマーメイドの数。すげえマーメイド、マーメイドだらけ。でもなんか強そうなドラゴンいるね。うん、マーメイド多いです。敵も当然あの雇うわけだもんね。そうだね、うん、マーメイドだらけ。川もそれなりにある。やはり下からだったらすげえ川だらけだったね。うん、右からだったらね川何もなしなんだけどね。溶かしない、しかしどっちにしても溶かはしないといけなさそうな。まあ逆にこっちがさっさと川に乗ってしまえばいいんですよ。ローザリオ王国、お前たちが滅べばお兄様もさぞお喜びになる。このジンジャーグスタフ一掃してやる。覚悟なさい。グスタファ皇帝の妹。お、言い返した言い返した。ほら来てよかったでしょ。言い返ったね。私はイエナ、そのお兄様に伝えることね。我らノーザリオは正義の何か。ノーザリオの正義出た。我らたちと戦うわ。正義の何かけて、そういうところがお兄様はお嫌いなの。その上王の島で我らに押し付けようとすると。いや怪しいけどね。許せない。でも怪しいけど多分こいつらじゃないよ。なるほど。戦場で正々堂々戦うお方。では正々堂々と戦いましょう。あなたの兄と私の王子、どちらが大陸の王にふさわしいかはっきりさせる時だわ。私の王子？何をたわけたことを。お兄様に並ぶものがいようはずがないわ。私の王子は
ちょっと言い過ぎたかしら。でもね、私たちノーザリオの民だってちゃんとつながっている。正義を愛し、大陸の平和を願う強い思いでね。だから うどんさん、神社は好みなの？負けるわけにはいかない。うん、家内よりは好み。家内、うん、の太ももはどうなの？いいと思うけど、いいと思うけど、二択って言われたら、まあ神社選ぶな。なるほど。まあでも今のところメガネなんですけどね、僕。なるほどね。私の命令に従いなさい。あと忍びの人たち。忍びの人たち。忍びの人たちはね、大変いいと思う。お、どうする？ちゃんとこれ川で待ち構えるのか、それとも待ってれば陸に上がったカッパみたいに出てきてくれるのか。まあ後者だね。イージーだし。正義のブリガンダインが。分かんないけど。でも結構あのゲームってなんだろう。難易度が変わっても思考ルーチンまでは変わらないこと多くない？うん、確かに。難易度で思考ルーチン変えるのって結構大変だと思うんだよね。でもさ、パラメーターで難易度変えられないじゃん。え、レベルで難易度変えればいいんじゃない？あ、いや、その同じレベルだけど、うん、パラメーターが3割増しになってるとかってさ、うん、やりにくいじゃん。その分ってレベルを3割増しにすればいいんじゃない？なるほど。レベルそのもの、多分そう。どうなんだろうね。どうなんだろうね。とりあえず待ってましょう。僕は少なくともその難易度が上がって敵が賢くなったっていうゲームあんまり見たことないから。まあ待ち構えましょう。来てくれるといいですね。お、ゴブスレさんじゃん。ゴブリンナイト。思考ルーチン変わるって言ってたんだ。へーへー。ハイリザードマン。こっちのはなかなかすごいパーティーだね。何が？え、グール、グール、デーモン。確かにグールじゃないか。グール、グール、デーモン。レブナント、レブナント、アークデーモン。いやだって今のとこ、この子ですよ、僕は。僕もね、うん、ごめん、不動産と被って申し訳ないけど、この子が一番好きだから。なるほど、言うね。あ、そうなんだ、シコルーチに変わるんだ、前作は。へー、そうなんだ。思考ルーチン変わる系なんですね。それは確かね、うん、前作はイージーだと突っ込んできて、うんうん、それ以降は例えば待ってたりするんだけど。へー、そうなんだ。意外と突っ込んできて苦戦したりするんだよね。いやでも思考ルーチン変わ、難易度で思考ルーチン変わるのは素晴らしいですね。素晴らしいと思う、うん、この場合、今回はイージーなんですけど、敵はどんな感じで行動するのか。戻った？うん。お、どうする？ていうかあのドラゴン、ワイバーンっぽいやつはな、ワイバーンですかね。なんだろう。大丈夫だ。もうちょっと前進します。ここら辺まで前進して、いや、もうちょびっと前進するか。今だったらね、さっさと川に乗ってしまえば、敵の有利地形奪えてしまう、有利地形奪ってしまえばいいっていう話なんですけど。このターンはまあ届かないね。うん、前進しよう。リザードマン。殴れる。早くも攻勢に出る。氷河の猛威。バハムートですね、うん、相手。うわっ、まあ、相手クーだからかな。うん、ってことはイエナちゃんが強いってことじゃない？そう、ということはイエナちゃんがビシリと落とすということですよ。ちょっと位置は怖いけど。おお、強い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 。ああ、レベル10になった。ああ、これ今クラスチェンジできないよね。できない。ゴブリンナイトさんが壁に入る。壁になりましょう。姫を守る騎士ってことですよ。
意外と減らないね。これさ、食らわないね。命中率がさ、ゴブリンナイト 53% が 30% になっちゃってるのは、敵側のなんだろう、なんかあるのかもね。が、だから対空三角だからじゃない。あー、ほら、なるほどね。確かに対空三角だ。なるほど。じゃあその代わりこっちがちょっと怖いですね。だいぶちょっとこのターンは、いや、ワイバーン突っ込むか。ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ。テールウィップ、逆にこっちは対地三角の対空丸ってことですね。なるほどね。これは、対空専用で、はいはい、あれですよ、ファルコってことですよ。北斗の剣の、違う、やべえ忘れちゃった。はい、まあとにかく対空兵器ってことですね。あれリデル、ただようやく、ああ結局でもこれであれ包囲効果がつけられるね。そうなんだよ。ただ結局皮を取られちゃうなって思って、まあいっか。っていうかあれだね、次のターンマーメイドに魅了されるね、100% 魅了を。そうだね。よしよし、ネクタリスでいうところのファルコだよ。やったことないやったことがない。 PC エンジンミニ買ってくせに。やったことない。PC エンジンミニに入ってるでしょ、ネクタリス。入ってる。ほら、ネクタリス分かってる人いるし。ほら、でも北斗だと思ったって人だっているじゃない。アークデーモン近づかないとね、魔法も射程入らないからね、P 兵器何気に結構貴重なんですよね。基本的に P じゃないんですよね。あ、P って移動後に撃てるってことね。うん。お、クリティカル。でもガードした？してないか。おかしいじゃん。やべ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 。痛え。これは結構痛い。魔法耐性や。私の命令に従いなさい。あ、やばい、あ、範囲攻撃、範囲攻撃、敵ごと、敵ごと、味方ごと、ん、仲間ごと、ボーンスマッシュ。お、クリティカル。おー、クリティカル反撃。太一山岳だけど頑張った。はいはい。フィンダル、敵のスピーダーが集まったな。すげえ、ここね、マップ兵器、範囲魔法とか、うん、マップ兵器とかでガンガン行きましょう。あ、水の、あ、水の上来てない。水の上じゃない。あのリザードマン水の上来たよね。うん。でもヒットポイントがない。やってあげる。技、スナイプシュート。一体届く。この一番高レベルのやつに大ダメージ与えるチャンス。はい。141。ゴブリンスレイヤーさんじゃなかった。ゴブリンさんは。上に回り込んでグールを攻撃。ゴブリンとグールの戦い、うん、ゴブリン対グール。命中 100%、 相手は 63%。 おりゃ、あ、毒与えた。うん、でテールウィップ。もうちょっと削ろう。硬いね。硬いですね。さすが自分の上級職だけある。水の上一応入れるけど、一応入れるけど、でもこれ生きて帰れんで、こんなの生きて帰れるな。生きて帰れんですね。上級職のね、ハイリザードマンをね、生きて帰れない戦場に送り込むのがね、非常にあれなんですけど、どうせ体験版だからいいんじゃねえのっていう説もあるんですが、行きましょう。今何パーセント上がってるんだっけ。 10% だっけ。何が地形効果で。ああ、 10% ぐらい上がってる。敵の命中、あと当たり前だけど自分も包囲状態になってるわ。アホでしょ
帰ろ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 。これは下がろ、これは下がりましょう。ハンタースイング41杯だよ。本当だ。待機セイレーンが水の中入れる。水の中入ると包囲になるのか。まあなので離れた位置から、フロストでもやってましょう。スペルブレイクは敵密会の、フライングレジスト。うわこれだけか。まあでも敵のエースをねこれで、ま、ドラマップ兵器込みで確実に倒せるんでよしとしましょう。さあルビーの隊が技アイスブレス4マスは強いな。ようやく敵のエースを落とした。1380。うわめっちゃ経験入った。我が国には正義のブリガンダインがある。正義のブリガンダインのもとにガンガン攻めましょう。グローリースラッシュ。この橋の上のマーメイド、うん、マーメイドヘルハウンド、うん、硬いね。硬いですね。グレムリンさんは敵味方に必中小ダメージ、結構多いですね。必中小ダメージっていう系統でもちょっと間合いがね、うん、一応サンダーが届くのか。あのいや届かない。あ3マスか。届かないね、うん、これね結構近づかなきゃいかん。もしくはプロテックかけるか。サポ魔法系があの前あのなんだっけ、前衛がちょっとずつちょっとずつ前行くから、サポ魔法系も置いていけなくて、ちょっとずつちょっとずつ前進するしかなくて、サポ魔法範囲も狭いんで、なかなか早めにかけとくかだよね。3ターン持つからってことで。でも結局の攻め側だった、少なくとも攻め側だからさ、うん、どんどん前に行かないといけないじゃん。確かに。こういう時防衛側の方がね、あのサポ魔法がっちりかけておいてっていう戦いがしやすいでしょうね。回復あるよ。ヒールヒール届いた届いた。移動のやり特にもう攻撃魔法する攻撃魔法もそうだもんね。結局移動後にできないから前に行くしかなくて、で前に行ったら次のターンまた前に行かなきゃいけないみたいな繰り返しなんですよね。なかなか攻撃側はそういうところが大変。デーモンはでも次のターンはさすがにこれ魔法の打ち合いになる気がする。ドロインタッチ20%回復しましたね。さすがにいや行ってしまおう。ドロインタッチ109硬いな。まあしょうがない。一応上級職だからねあいつ、うん、強い強いね。ターン4 ヒットポイント回復回復。はい、サンダー痛い痛い痛い。これは痛い痛い。ヘルバイト、あーお返し、一目で回復する、回復するお返し。ああ水に来ちゃったか。私の命令に従いなさい。マーメイドがリクッと範囲魔法ってきた。うわこれ味方巻き込まないやつ、ね、巻き込まない系の範囲魔法か。ああワイバーンがワイバーンがワイバーン危機。はいはい、あまたハイマボ。あーすげえた。これはやられた。クリティカルクリティカル。いやーやっぱりね守り側が有利だね。当たり前だけどハイマボ待ち受けられるんだもんな。いいわやってあげる。もう殺しにかかりましょう。これ敵のリーダージンジャーさんを。ジンジャーさん打ち取りに行きたい。これはもうさすがにまず
技。あ、でもそれ範囲攻撃というか射程があるんだ。いいですね。80ぐらい減る、うん、118。結構減った、結構減った。で B はあとちょっと届かないね。ちょっとできることがないですね。近づかないことには、うん、近づく以外のことがないですね。な、前行って、まあ、グール殴るぐらいかな。死なないし死なないし、うん、いや殴っとくか。で次に行ったんでまた範囲魔法を食らったりね、うん、範囲魔法ガンガン用紙なんか取ってくるね。さスマートアローで、お、倒した倒した。さらば神社、まるで死んだかのような。だが退却、誰か残してきな。お、ミナちゃん11、12、一緒に逃げてきたか。これであとは C を直でいこう。いてて、いててって。おう、結構痛い、結構痛かった。ルビーの魔法もいけるよ。敵を侮るな、慎重に。フロスト、死にはしないんだけど、まあガンガン削っておきましょう。あれ83、3だ。結構減るね。うん、もう一人、もう一人。上陸、陸にいるね、マーメイドがね、全く大したことないんで。確かに弱い、陸にいるマーメイドがクソ弱い。届かない、うん、できることがないな。また前に出て、前に出ておくかって、前に出て蹴っ飛ばすぐらいかって話ですよね。まあ前に出とくか、普通に前に出とこう。この敵の上級職を、そういえばさ、敵の上級職とかも捕獲できる可能性があるってことだよね、うん、まあ敵が落としていけばね、撤退時に、あの魅了しとけばって話がありましたよね、はいはいはい。まあ今回はちょっともう狙いようがないんですけど、敵のなんだっけ、あの敵が結構でかいレベルのモンスターを持ってる時はね、捕獲狙っていきたいですね。うまく立ち回って、うん、魅了を持ってるマーメイドで確実にやって、その瞬間倒すとか、うまくね、こういうレベル10のね上級職とか拾えたら相当美味しいんじゃないでしょうか。チャームね、魔法だとね、そんな何パー、67%か、49%、43%。まあ魔法だとちょっと厳しいですね。まあ今回は普通に倒しちゃいます。経験値いっぱいもらいましょう。さあそして出たディメンジョン、出たディメンジョン。あ、不動産大好きディメンジョン。成功率 50%56%、 敵のリーダーは 14%。 敵のリーダー吹っ飛ばしたらめっちゃ面白いかなと思うんですけど。確かに敵が全員指揮範囲外になっちゃうんだもんね、補完敵が。面白いんだけど、これハーローを使ったら 100% ってなんねえのかな。無理か、物理攻撃だ、物理だもんね。ここはまあ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 、ここは周囲4ヘックスにいる敵一体を得意付け平均しちゃう、アジリティを低下させる。なかなか使いどころがテクニカルというか難しげなやつですね。ベノム、カーズが大ダメージね。ただカーズの接近はダメ。もうね、リベンジョン使いたくてしょうがないから僕は使う。56%。
イエーイリベンジョン楽しい。前回プレイするなんだっけ、なんか山の中に行っちゃったんだよね。そうあのサーペントみたいなやつが山の中に放り込まれたんだよね。動けなくなっちゃったんだよね。そうこういうのいいよね。でグールちゃん一旦逃げましょう。元気なグールがとつってドレインタッチ。ターン5。敵のレベルの方が高いからというか、あの僕結構ほらなんだっけ、クエストで修練場でリーダーのレベルも上げたはずじゃん、うん、それとも敵のレベルの方が全然高いんですね。まあまだ一桁台だしね、うん、攻撃アップ、防御アップ、グレムリンの攻撃アップと防御アップはねあかんでしょう。あまり意味がないでしょう。ここら辺イージーってことかな。なるほどね、うん、はい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 さん、攻撃防御命中とか回避全部アップしてきたね。うん、さすが。うわまた範囲、あ気絶した。 CPU は範囲攻撃メインに来ますね。ガンガン範囲してきますね。さあでもこれでもうおそらく57のこれ、うん、から私の舞台に任せて、また任せました。よっちょっと、はあ、前髪パッツンだったね。前髪パッツンね、悪い意味でな。こうなるとリデル死にそう。包囲した。おそらくもう逃げるんじゃないでしょうかね、この敵。逃げ死んでない。大丈夫だ、仲間がついてる。強引なドリブルからのグローリースラッシュ、しかもクリティカル。技ステッキヒットテラボイス、サンダーもう一発強い、うん、こいつを倒して道を作ってドラさんで俺とドラゴンも、ドラゴンは上から行ける。終わる、終わるね。はい、これで終わりでございます。 The End。 割と CPU が何だろう、範囲にいると当たり前だけど範囲攻撃連打してきますね。2発連続でやるときはちょっと焦ったでしょ。結構焦った。 X コムでグレネード投げられるぐらい焦った。なるほど。あ、逃げ遅れた。それは逃げ遅れるわな。それは逃げ遅れるわ。あんな遠くにいちゃね、うん、ボーナス、あ、ボーナス経験値は200。なるほどね。訓練場でグレートなぐらいだ、ね、でも今回は結構2部隊ぐらい落ちた。範囲魔法まとめて食らって。そうだね、隠した隠した。よしよし、これで体験版終了かな。いやーでもクリアまでに時間かかりそう。多分そうだね、結構多分50時間ぐらいか。いやすっげー適当に言ったけど 1エリア落とすのに1時間ぐらいと考えて、そのかけるエリア数ぐらいは時間クリアまでに結構ねボリュームたっぷりな感じがしますよ。これかける6って考えるとね、さらに、うん、かなりボリュームもありそう。ちなみにあのなんだっけ、あのオート戦闘でまあバシバシ飛ばすと、まあバシバシやってもらうっていうのはありますね。うん、あれ家なの近い。あれ上がピックなのかな、うん、初の戯曲。
ルビーの四星王子の戯曲、王家と親しい劇団の名優アンジェ・シズラーとイエネ・シズラーの共演も話題となっている。あら、この物語は王子と幼い頃から親しいイエネの体験をもとに書かれたものだった。ほう、うん、アルメラ地地区がノーザリオ国に、移された。何かと差別を受け、妖精族のバレット族が貧困にあえいでた。うん、シズラー率いる旅丸の劇団が、シズラーの幼い娘で当時5歳のイエナがバレット族の妖体ピッコを助けた。うん、バレット族は今でもガイムール峡谷の息がかかった妖精族と信じられていた。なるほど。親しくするのと あってはならない。ノーザリオとガイムールも仲が悪いってことね。ね、じゃあ正義執行してよかったじゃん。なるほど。だから自由奔放のイエナは、愛と冒険の物語。なるほど。いやー、ようやくこれこの絵を見た時に、うん、こいつらが誰か分かった。どういうこと？あの、なんだっけ、いや、この人たちが誰か分かんなかったじゃん、今まで。あー、まあね、パッケージとか見ても。はいはいはい。あの前ほら、デンプレの表紙とかにこれなった、デンプレの表紙だって見たんだっけ。何が？この絵見た記憶があるんだけど。デンプレの表紙だ、スイッチだよこれ。うん、デンプレの表紙にはなってないよ。なんでも前の放送中にこの絵の話したよね、確か。うん、明日かもしれない。でしょ、でしょ、でしょ。だから、あ、ようやくこいつらが分かったって今日思った。なるほど、みたいな。はい、ということで今日は体験版プレイさせていただきました。いや、どうでした？ボリュームがある、ボリュームたっぷり。あと、あのピュレステ版に比べてかなりプレイしやすくなったね。あ、まあそうね、プレイしやすくなった。テンポもいいし、プレイしやすくなった。あとやっぱりボリュームですね。うん、あのやっぱりね、あの最初の情報量の多さ、その壁を越えると一気に面白くなるんで、うん、最初ちょっとあの情報量が多くてギョッとするかもしれないけど、あのユニット数とか、うん、ユニット種類とか、あのキャラクターの数で、でもそこ分かるとね、すごい面白かった。あとゲームシステムなんだかんだでシンプルですよね。オーソドックスなシミュレーション。そうそうそう、なんだかんだでオーソドックス。その割に割と CPU があのちゃんと、なんだろう、範囲魔法を連打してきて、死ぬときは死ぬっていうね。うん、そうだね。みたいな。あと忍び国最高。忍び国最高。忍び国最高。いやー、調子艇っぽさがいいんでしょ。ん、調子艇っぽさがいいんでしょ。そうそう、ちょっと臭い感じがいいんですよ。はい、はい、製品版出たら忍び国でやるかな。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、みたいな。はい、ということで今日プレイしたのはブリガンダインルーナジア戦記です。発売日6月25日、パッケージ版と DL 版があって、なおかつリミテッドエディションという、まあ、限定版ですね、こちらもあります。ちなみにスイッチ専用です。はいはい、セロシーだけど、なんだろうね、忍び族かな。そりゃもう忍び族の存在がセロシーよ、あれ。なるほど、アウトよ、あれ。はいはい、じゃあ次お願いします。これ、リミテッドエディションの中身ですね。まあイラストの担当が、風間ライダさんで、そのイラスト集や、ちょっと待ってくださいねなんだよちょっと待ってくださいね。イラスト集と、うん、サントラCD2 枚組、うん、ああなるほどね、イラスト集がビジュアルブックですね、うん、あと攻略本、電撃もちょっと絡んだ攻略本、うんうん、いろんなデータ載ってて、はい、その攻略本ってこのプレミアムエディションじゃないと買えない、についてないに、ついてる攻略本。あ、そうなんだ、へえ。なんと100ページらしいです。へー、100ページってことはなんでもないっす。なるほどね、渋沢公秘伝書みたいな感じだね。あの、多分そんな感じ、わかんないけど。で、特製ボックスですね、書き下ろしのがついてきます。うん、みたいな、みたいな。ちなみに、うん、PS3、うん、ビータ、うん、PSP 持ってれば、うん、PS 版の前作、うん、ブリガンダイングランドエディションの方が600円で買えますこっちもちょっと宣伝してきます。なるほどね、はいはいはい。今日初めて見て、うん、ちょっと気になるけど、うん、スイッチまだ持ってないやとか、うん、そういう人はそっちをやってみるのもおすすめですよ。そうですね。そしてスイッチ持ってる人は昨日から、体験版が、はい、じゃあ次、はい、あ、次に出るのかな、はい、そう、無料体験版が好評配信中でございます。昨日から配信してます、はい、
であらかじめダウンロードも実施中で、6月、あらかじめダウンロードしておけば625からの0時からプレイ可能だそうです。無料体験版とごっちゃになってるんだけど、あらかじめダウンロードっていうのは製品版をあらかじめ、製品版をあらかじめダウンロード、ね、はいはい、ってことはもうできてるってこと？できてるってことだよ。だってあらかじめダウンロードできるんだもん。そうだよね、うん、まあ、あのデイワンパッチとか入るかもしれないけど、うん、あらかじめできてんならやりてえなもまあまあ、いやまあ、いや、はい、そんな感じ、はい、そうね、PS4 でもアーカイブ動いてほしいっすよね。そうなんだ。 PS3 じゃないと動かないから、 PS4 だとやれないんですよ、 PS アーカイブのゲーム。ああ、そうだよね、もう PS、はい、もう PS、 次の PS5 は全部動いてほしいよね、 PS1 から4まで。そうだね、ね、ついでに渋沢湖アーカイブスもね、早くチンギさん出してほしいですよねあくまでもそこに持ってくるのねはい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、次です。はいはい、ということで絶対人に言いたくないろくでもない三国志の話という書籍が、うん、超うどんへ木下こてつで出ております、うんうん、言うことある？ない、はい、ないあの電子版も出ておりますのでよろしかったらあのポチってしてくれるとすごい嬉しいですみたいな。いや、今日は久々の配信だったね。久々の配信だった ね、 久々になってもこの中の悪さ、この距離感、この距離感ね、はい、まあ、そんな感じ、そんな感じですよ。なんか言いたいことある？いや、あのこの放送自体がまあまあ、なんだっけ、うどんの野望自体が次いつやるかはちょっとまだ何とも言えないんですが、まあ今月のどっかで復活したいにはね。そうですね、はい、まあ、あのコロナ時代ということで、はい、で次は、はい、おがくず飯、おがくず飯、はい、はい、おがくず飯の続きやりたい、続きやりたい、僕あれ続きやりたいのぐっとずっと我慢してんだよ。いや、僕もね続き見たいのよ。ネタバレしちゃうとなんかちょっと嫌だからもうずっと我慢してるんで、はい、早くね、みたいな。お、面白かった、買わなきゃって、ありがとうございます。ザッザッザッ、体験版もぜひ落としてくださいみたいな。はいはい、それでは、今日の配信これで終了になる、これで終了です。はい、今日の配信これで終了になりますね。はい、じゃあ、はい、エアまたで。それでは、はい、またさよなら、さよなら。